若くさん、なんだいゴロリ日本兵何言ってんだよ、日本兵やん、ワクワクさんだよ、日本兵やんけ、お前みんな大好き、ワクワクさんだよ、米軍が書く日本兵やん、お前なあ、あと歯だけ飛び出したら米軍が書く日本兵や何を言ってるんだ君は本当にゴロリなのかい？え？ゴロリかい？それは俺はまだゴロリでは名乗ってないよ。ゴロリではない、ゴロリでは名乗ってないですよ。ゴミ付き友達だよね。ワクワクさん、はい、ワクワクさん、今日は何を作るんですか？今日はね、はい、灰皿を作るんだよ。なんでなんで大人からの指示だよ。なんでこんな朝から大宮で灰皿作らんといかんの？大人がそうしろと言っているんだよ。大宮って町はでっかい灰皿ですよ。でもね、確かに言えて大変。聞きましたよ、なんか灰皿が、灰皿しかない公園があるみたいな聞きましたよ。大宮には。あ、そう、はい、作る必要があるんですか？本当だ、ちょっと何も見えないんだけど。何見えない？見えんことない。なんか ぼやけがすごい。見えんことないやろ、これ。見えんことないやないか。見えるやないか。全然見えるやないか。視界が狭すぎるけど。見えるやないか。もうここしか見えへん。空き缶でハイタル作りましょうって。うん、炭酸飲料って書いてね。ああ、そう。麦芽、ドイツ製造またはイギリス製造。ホップ、炭酸。え？でビールじゃないの？でもアルコールレーパーや。あ、ノンアルコール。麦ジュースや。それは？それはグー。グワーバーンガバ、ガバか。でもなさそう。ヤンニャン当たりきてやか。ガラだね。なんでこんな尖った看板か。ドクターペッパーのチェリー味とか。いちご、ストロベリー&クリーム。うわ、何それ、初めて見たな、これ。どっからこうでいいの、こんな。ちょっと作っていきますか。空き缶の、うん、上部を切り落とす。切り落とす、切れんのかこれ。あ、ハサミあろう。でもいつの間にか用意されてる。あ、いけるいける。あ、空き缶初めて切ったな。どうやって切って、お前。あ、やな音。よし、ここで上がんで。はぁ、あ、やな音。はぁ、あ、切れちゃう。空き缶切れません。あー、嫌な音。あ、切れた。あー、嫌な音。あー、めっちゃ嫌な音。ちょっと西成すぎるって。ちょっとお前がやったら西成すぎんねん。ちょっとえ、ワクワクさんやろ、俺は。これでもう、これでできてんねんけど。いや、まだじゃないの。ちょっと切りそうやなって、これ怖いな。首も苦しいな。何な、ちゃんとゴムしてるよ。すべてそこに向かってまっすぐ切り込み入れてる。何本とかじゃないねや。ああ、そういうことか。ああ。ちょっと置いとくってこと？え？それが灰皿の深さになるってことですね。ああ、なるほど。めっちゃ浅い。おちょこよりも浅いぞ、お前。鼻大きいのに鼻全く効かへんねんな。どっちかというと塞いでんもん。あ、なんか刑務所みたいやな。何して黙って空き缶切らされて。空き缶切ることないね。これメイドインジャパンなんや、忍者らが。言うてるしな。俺らの知らん日本すぎるな、これ。で、開いていくのか。よし、よし、ある程度切れました。はい、はい。鼻かゆくことか。開いていって、折り曲げると。おお。ち
はいはいはい。わあ、すごい早いやり方を。うん。それぞれの羽を隣の隙間へ差し込んでいく。どういうこと？分からへんこと言ってるな。どういうこと？差し込んでいく。底面が来てるから。こういうこと？こういうことか。どういうこと？こういうことじゃない。ああ、こうか。あ、なるほどな。こういうことね。あ、こういうことね。こうだんだんにしていくってことだよね。折り込んでいくと。あれ、完成してる、いつの間にか。そんな達成感ないことになる。ほいでと思ったら、完成って書いてた。あ、そう。こんな地味な YouTube あんのか。おっさんが顔を曲げていくっていう。フリー音源出しといたらいいよ。なんかね、派手めなやつを、ね、あ、一個忘れてる。え、そんなことある？取り返しつかんことになって。あ、でもほら。あ、それはそれで。これはこれでなかなかおつなもの。ゴミ釣りじゃないこれ、大丈夫？ゴミ釣り。ゴミ釣り。できました。できました。今、まあ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 灰皿やな、でも灰皿っちゃ灰皿やな、これは。たまにとんでもなく危険な箇所があるけど、うん、うん、これ、タバコの重さすら耐えれなさそうな。いや買ってみましょう。見えへん、見えへん。一番いるとこに花がある。うん。タバコはうまいんやけど。タバコうまいね。そう、まあ、これそこ危ないじゃん、お前。シールの方やったら。なるんじゃん。シール、そうか。じゃあ、ひっくり返してね。そうしたら。おお。うんうんうん。おお。クリア。条件はクリア。これでなんかできるかな。それな。タバコホルダーみたいな。ああ。ここにライターぶっ刺しとくみたいな。うんうんうん。めっちゃいいやん。なんやねん。タバコホルダー。ほらほら。だって、ほっといた灰は床に。あ、そうか、そうか。ライターぶっ刺しといてんか。うん。タバコホルダー。タバコ、ライターホルダー。ライターホルダー。ライターを支える力はないんだ。だからこれ、数はでもこっちで自由自在に調整できるから。うんうん、はい、はい、はい。あ、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 軽いけどマイナスでもあるよな。まあ、灰皿の捨てれるし、そのまま。うん。こんな風に映ってんやろな、歩く人に。あ、作って遊ぼう、再開したんや。予算、減りすぎてんだよ。だって、俺らの目線の先、簡易便所で。よいしょ。スチールの方が丈夫そうやな。いや、スチール綺麗やろ。綺麗か。ああ、容器なんからな。誰がいつ作るようなの？子供がお父さんにちゃう、うん、危ないって父の日や。危ないねんって。父の日にできるって。これお気に入りのジュースで灰皿を作るね。できるって。そんな死ぬまで持ってると思うけど。できるって。危ない。ワンちゃんゴロリに怒られそうやな。ワクワクさんはよしとして、なんか悪くないね。うん、およく見えてきたね。愛着が湧いてきたな。不思議なもんで、うん。ちょっと改良したいもんな。エビスとかで作りたい。ああ、いいね。いいな。これロング缶やと？あ、お前。が広がるんか。いや、深くもできるからね。あ、そうか。あ、まあ一緒か。深さはこれも調整できる。半径は一緒なんか。うん。あ、そうか。だからあれか。長さできて、もっと編み込むこともできるのか、上に。おぉちょっと待ってくれ、これ照明もいけるんちゃうか。え、ひっくり返して、電球置いてひっくり返してつけたら、
美しい照明になるんちゃうか、編み込んで、おーおー、でその上にこれ置いたら美しい灰皿になるんだ。夢が広がるなこれは。あら、コンドームじゃない？うわー、どう見てもやな。コンドームやな。ボディーショット。はあ。20分入ってるでよ。おお。ボディーショットだ。ボディーショット。何これ？ボディーショットチェリー。チェリー。何ミリ系？何ミリ？書いてない。書いてないな。書いてないね。うわー。うわぁ、チェリーやなぁ。はい。おぉ、ドッツチェリーやん。ドクターペッパーやん。あ、ドクターペッパーやな。マジでそうやわ。エロ。アメリカです、アメリカ。アメリカ、ドクターペッパーや。ちゃエロいな。めちゃくちゃエロいやん。バーン。エロ？このタバコ。おぉ。こんな色か。うわぁ。エロいなぁ。真っ黒やん。うわぁ、なるほどね。あの、シガのやっちゃ。あはは。あうわ、すごい匂い。うわぁ、すごい甘いなぁ。うわぁ、もうすごいな、吸うだけで。ほんまやな。うん、うわぁ。うわぁ、チェリーやな。ほんまにチェリー味。あ、唇甘。あ、ほんまや、フィルターが甘いんかもってことやんな、もう味ついてるってことやんな、うん、シャシャシャフィルターに。はい、俺指も甘なってるってことか。いや、そうやろ、理論上。そういうことか。あ、レブンな、レブンな、お前。甘い甘い甘い、最悪やん、これもう。甘い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 。クンニーじゃん。クンニーや、お前もうなあ、クンニーしてますやん。クンニーさん、クンニーさんやん、もうギャン以後やんけ、お前。うわぁ、うん、チェリーチェリー、うわぁ、チェリーチェリー、うわぁ、ごっつチェリー。うわぁ、アホ大学生の口の中みたいな。うわぁ、すごいなぁ。うわぁ、うわぁ、めっちゃアメリカやな。なぁ、アメリカの良くない部分が出てる。闇のアメリカ。甘っ。うーん、あー、でもわしちょっと好きかもしらん、このまずいの。あの、うん、アメリカの飴あるやん、なんか、うん、中にガム入ってあったりする、 あれの味するな。まあまあ、ドクターペッパー好きやもんな。うん、なんやろ、向こうのグミとか、うん、あ、チェリー味のやつすごいな。タバコまでそんな味にせんで、え、しゃあねんな。なんなんやろな、この水滴キモいやつなあ、うん、ドゥルってなってんの。エロいな。一応このタバコ、いろんなところで世界一まずいタバコって言われてる。そこまで、そんなことはない。そこまでですけどね。お、そんなことはないっすよ。もう香りきついけど、うえーではないな。うん、足ちょっと好き寄りやし、うん、臭いけどまずかないな。うん、全然吸えるよな。むちゃ臭いけどな、うん、これだから俺らでこんだけってことは、うん、吸ってない人はめっちゃ臭いってこと。チェリー来てますよ。チェリー来てます。あー、不快ではないじゃないですね。おい、いつものやつよりは。どんだけ臭いね、ウルマ。ウルマラキストって。なんやろね、でも。そこまでまずかないよな。全然まずくない。あら、うまいより。うまいよりよな。うん。これでメンソールついててもいいかもな、もう。うん、もうこんなむちゃくちゃしてんやったら。むちゃくちゃしてんな、確かに。うん、何がボディショットなんやろ、どういうこっちゃなんの。チェリー以外にもあるんかな、これ。ああ、別味あるんですか。別味あります。7種類ある。よくやんねや。チェリーがいっちゃまずいねや。って言われてます。はあ。まあどうせオレンジとかバナナ。グレープおるよな。ああ、グレープありそう。
ウイスキー。ウイスキー。キーエナジードリンク。エナドリ。はい。何何？サングリア。サングリア。モヒート。モヒあモヒート。ラム＆コーク。あ酒売り？バニラ。バニラ。チェリー。チェリー。はい。酒売りやん。ウイスキーめっちゃ気になるな。みんなコナンの敵みたいな。ラインナップが。はあ。モヒートとか。はあ。ウイスキーどうなんやろ。ウイスキー気になるな。うん。これでもちゃんとチェリーやからウイスキーなんかな。ウイスキーは。食ってくんのかな。おお。ちょっと樽っぽいピート酒みたいな。はあ、はあ。なあ。いや全然でもそんな。言われるほどまずかないよな、うん、白井が吸ってたら嫌やけど、うん、そうやんな嫌よななんかでもたまにこんな匂いの車あるやん、うん、ああ嫌やなって思うよな、うん、うわこいつなんか透かしてるやんって思うわ青いライトついてそうなあ青いライトついてそうやなふわふわもなああ土足禁止の土禁なやかましいなっちゅうねんななんで土禁やねんあれかあの釣ってるやつかあの車に釣ってるやつの味やなそうやんなあドンキホーテ味かだからなあうん分かる分かるドンキホーテの味やドンキホーテでよく売ってるってあやっぱり、うん、じゃあドンキホーテの匂いの元はこれなああボディショットから来てるのかあのドンキホーテのブランド売り場とかの匂いやなそうやなうん、うん、ドンキホーテこれの匂いか焼き芋の匂いしかせえへんな今はな。はい。いや、そんなまずくんで全然吸えちゃうし。うん。うん。誰が言うてんねや、こう、美味しくないって。だドクターペッパー嫌いちゃう。あ、まあ、おるもんな。ドクターペッパー嫌いなやつ。薬の味がするって。うん。あんなうまい薬ないけどな。どこの病院行ってんねん、あいつら。教えてくれよ。どんだけ苦労したか、薬飲むの。全然いけるよこれいけるなうん美味しいちなみにお値段は安そうやなちょっと560円うわ高いんかい高いんかいお前シガーでしょこれでもほんまやなうん茶色いしなあはいもう悪くないね悪くない悪くないっすそんな言うほどまずかないうんボディショット買うことはないけどな買うことは絶対ないなマジで買うことはないわはい人気はないねや美味しいないっちゃ美味しいないけどうんそんなベベベじゃないな、うん、さっきの長い方がまずかったのなやったらああヒーローありがとうございますさあえいおいしいおなんじゃいなんじゃいなんじゃいむちゃウケるやんけおいちょろいね今日はおい R1 のお客さんじゃんこれやめなさいやめなさいはい知り合いにさ、はあ、漁師さんがおんねんけどええー、そんなんいてんねや、うんはあ、その人がさ、はあ、この前本マグロの大トロをブロックでくれたんよ熱っなんでなんか余っとんや言ってた余らんじゃんお前金貨やぞあれありがとうございます言って大きいな気前いいねで早速家持って帰ってさ、はあチラシ寿司にしたんよ頭おかしいんかお前おいベロバグってんのかお前はやっぱうまいねあそうなあのチラシ寿司の椎茸甘辛く炊いたやつあどうでもええわおいどうでもええって椎茸ってあの味のまま地面から生えたんやええわもうおい椎茸の話なんか聞きとないんじゃお前何何トロはいトロトロはいい色やったよ色合いでいるんだトロお前あんなりょうさん怒らはったやろなんかえらい怒ってはってそらせやろお前あちらし寿司にしました言うたら、はあ、頭おかしいんかお前せやでカナダ足でベロあるたるか言うてまいなこれ本マグロの大トロいうのはな、はあ、イカあぶんねやしゃあねしゃあしゃあしゃあなんか油がこうじわー出てくるあーしゃあ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 それをケチャップにつけてくんがうまいや頭おかしいんかお前おいはぁ、あ、なぁ、あ、炙るんすかケチャップじゃおいケチャップはね、僕もね、チラシ寿司にかけたんですよ。お前ぶっかけてんの？ほんなら、錦糸卵と相まって、はあ、オムライスみたいになります。やらんわ、お前。頭おかしいやないか、お前。頭おかしいやん、頭。お前もおかしいねんで。でもめっちゃええ人で。ええ人はええ人やね。その帰りもさ、はあ、ホタテくれて。ホタテ？ホタテ。でっかい殻付きのやつ。海底の？うん。なんで？
なんか余っとんやー言うて余らんねんよお前どこの海住んでんねんお前いやありがとうございます言うて大きな気前なで早速持って帰ってさ、うん、水着にしたんや頭おかしいやないかお前やっぱええー、ね何がいいな白が生えるね生えへんねんお前にはあんなバキバキのギャルの姉ちゃんしか生えんねんお前あ、りょうさん怒らはったやろなんかまたえらい怒ってはってさそらせやろあ、水着にしました言うたらう頭おかしいんかお前しゃあでお前カナダ足でベロあるたろか今洗わんでねやホタテいうのはな、一回網で焼くんやしゃあよしゃあしゃあ焼いたらこう殻がこうじわー広がってくるしゃあしゃあしゃあもうここだけの DVD 欲しいわし好きやないなで、中身ポイってしてカスタネットにして遊ぶ頭おかしいやないかお前どうも金属バットですよいしょういかまぼこ体育館さんの誕生日やおぉってことは川瀬名人の誕生日やはぁ、あ、そうなんですかそうなんですよいやいい日すごい日ですねすごい日ですよ世界が動いた日ですごめんなさい、わかりますえ何回やってんねやろこれ何回やってんねやろ何回やってんねやこれ4テレ朝でやった思い出もあるな6回もやってんねや付き合い長なったな6回も6年も TP 一緒にやってんねや付き合い長なったなもうほんまかいな小林さんの誕生日ですいやーありがとうございますやでわしうーわ33はじめってことですわあ若かったな若かったっすね若かった初めておった時じゃ 32? ルミネでおった時あれが32年食うたなほんまかいなはい毎年あの好きなものが用意してるじゃないですかそうや去年ここで青いもん食いましたねそうやわあれ誕生日かあれ1年経ったんや青いカレーとか食いましたね誕生日やったんかせやせやもう1年経ったんやもう1年経ったはやで、はあ、小林さんの今年の誕生日はあのモンブランをここで食うたやほんまやあれ誕生日かそうやわやったやったってことはあの帽子かぶれるってことですかええってもうええってもうあの帽子もうええって見たってもう来たって言わなきゃ出すつもりなかったのあの帽子持ってきてるやんもうええってこれこれええってもう何でもええって何でもってやないねんってこれ誕生日じゃない人もかぶっていいんでしたっけお前だけが何でかぶりたいねんってこれええねんああもう落ちたやつもらいますじゃあもうええー、ってこれおもんないねんてワイレットおもんないねんこれこれし青なんでやねん青なの銀が良かったのになええってもう毎年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 じゃん年2回やからねもうええって年2回これあるからもうボールペンの先っぽやもうもうええって何回やんねんこれもうえっておもんないねんこれおもんないねんっていいねおもんないねんこれこれえっても言われなかったら出さなかったなんで用意してんねんじゃあえっておじゃる丸におったやろこんなにひよこみたい鬼かちょっとライターをお借りしたいですねあワインのライターを、はい、えっってもうこの絵面前回あのね、モンブラン作ってはい、とりあえず好きなケーキは僕はあの女性が作ったケーキが好きです、はい、女性が作ってくれたとしたら何のケーキが好きですか女性が作ったら何でも好きですねじゃあ女性が男性が作ったケーキだったら全部ゴミですよゴミやそんなもん男は臭いホルモンが出とるいらないですかじゃあいきますよ何言ってんのショートケーキが大好きです僕は日本一のショートケーキ。マジかよ。ほんまに？いいですかそんな。日本一。日本一ショートケーキで検索すると必ずそこが出てくる。へえ。巣鴨のケーキ屋さんで。巣鴨。はい。
ババアしかおらんとこ。フレンチパウンドハウスさんの日本一のショートケーキを。ほう。買ってきました。いやお気に入り。いや。マジかよ。はい、行きます。はい、行きます。わあ。おお。わあ、消えそうになるすぐ日が。ああ。なんか何マリオパーティーとかでありそうな。ありそうなミニゲームみたいな。うわあ、やった。うわあ、お気に入り。やった。イエーハッピーバースデーって書いてる。おぉうわぁ避難所みたいな。じゃあ、お願いします。ああハッピーバースデー。何今の。ありがとうございます。日本一。日本一。はい、なんちゃない見た目やけど。日本一なんや。日本一か。はあ。はい、何がちゃうんやろ。と煙でそんなそいつだけ。うん、こいつ根性ある。何がちゃうんやろね。もう呼ばれますね。うおあ、すごい。日本刀で切ってるみたい。さっていく。柔らかいってことか。あれ、あの何やったっけ、サガフロンティアの。リュウリンの剣な。あれ何やったっけ。岩石をバターのように切る剣。あの感じ。あの感じ。バターってことはヌプっていくってことやな。おお、日本一。うん。いただきます。甘い。うん。うまい。うまいやろう。うまい。うん。日本一なんや。いただいてよろしいでしょうか。うげ。ああ、柔らかい。柔らかいよな。柔らか。ごっと柔らかいね。絶対刺したあかんかったわ。絶対刺したあかん。お前アプローチミスってる。ああ、アプローチミスった。もう上がれへんもう。うまい。うまいな。せやね。日本一なんやな、これ。なんで、何がなんやろ。まあ、口コミとかすごいですね、ここ。はい、美味しいって。あ、うまいわ。ショートケーキがとにかく。いや、美味しいですよ。うん。シャーなんか、いや、うまいうまい、うん。うまい。日本一。ちょっと良くないですね。いや、うまいよ、うん、うまいうまい。気になるなぁ。うん、値段気になるなぁ。お値段ね、いくらだと思いますこれ、この、じゃあ、このボール日本一でしょ。はい、5,000円当てに行きます。日本一、何かによるけど、日本一安い可能性もあるよ。ああ、なるほどね、いろんな日本一があるから。うん、なんぼ。890円。安っ。日本一安い。満足度が日本一。これは日本一安い、確かに。おいくら前。4,396円。おー、高いんか安いんか。いや高いよ。高いってその高級って意味での。あー、日本一やで。でも日本一が4,000円やで。おー、だってそのいいものを使ってるわけじゃないやん。まあ、高いものを使ってるわけじゃなさそうやん、この感じ。うん、なんか技術でのし上がってる感じ。そうなん、何も知らんけどな。いや、美味しい、美味しいっすよ。か、おい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 、嘘やろお前。おい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 、お前、おい、マジかよ、おい。なんか、うん、何やろ、リキュールの味がする。やかましいハゲこら、お前、おい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 、うまいうまい、おい、まあ、これうまいこと。お前、おい、薄やろ、みんな食うたやないか、お前、おい。あー、お前、これがうまいことあるんやな。ふざけんなよ、おい。4,300円、あ、納得やな。マジかよ。
俺の名字食うなよ。お前胃に入れんな俺の友と法。胃に入れんなって名字。最悪やん。名をいただこう。嫌な湯婆婆で贅沢な名だね。私がお菓子にして食ってやるわ。湯婆婆魔人ブーな。湯婆婆ブー。湯婆婆ブー。おもんな。おい、うまかった？うまかった。ほんまに？うん、なんか高級な味した。あれね、毎回食いがいないやん。うん。あった？うん、あったあった。ほんまに？マジかよ、おい。おい。サンタクロースとかまずいやん、横におる。あんなんじゃ全然違うかった？あ、まあ、系統は一緒ない。系統は一緒やけど。食いがいはない味なんやけど、うん、その中でも高級感があった。味わっときたかったって、そんな。おい、最悪や。美味しいな。マジかよ。日本一なんかよ、そこまで。もう大人気なんですか、ここ。大人気です。予約しました。ショートケーキってそもそも高いんかな、もうポテンシャルが点が高くて、うん、もうあとちょっとなんすかね、天井が。それが全然めちゃくちゃうまいっすよ。いや、めちゃくちゃうまいっすよ。しちゃうけど、はあ、食べるじゃないですか。いや、それうまいっすからね、ショートケーキってごっつすっきやから。ああ、いちご容器乗ってますね。こんな。あ、俺絶対ここに行きます。同じ場所に。いちごのバミューダトライアングルなんかあるのかな。うん。いや、ありがとうございます。まあね、聞くのもあれかもしれないです。その、はい、目標とかありますか。去年言ってましたっけ、俺。覚えてないんですね。ちゃんとは言ってない。何でしょう。あ、でも一昨年は目標というかやりたいこととか言ってました、ね、あ、思いますか、はい、世界支配ですかね、今年は。永遠の命を手に入れる。おー、うん、不老不死です、はい、願いは。そんな性に執着あってんな。もちろん、うん、不老不死。一昨年なんて言ったか覚えてます？野望。え、みんなを笑顔にする。早死に。やりたいこと。町に花を植える。え、子供に手を振る。2年前言ったら、はい、ギャルを体育館に集めてどっちも。ああ、言ってた。ガンジーさんとね。ガンジーさんとやろう言ったやつや。池袋の黒ギャルの店があるらしくて、そこの黒ギャルを全員連れてって体育館でドッジボールしてる、うん、で、俺は上でワインを飲みながら見るっていう。あったな、その夢。ガンジーさんと言ってたんか。若かったっすね、俺も。俺も若かったっすわ。もう全然ですか、それは。もう今、不老不死で頭がいっぱいです。飲んでます、家で。不老不死になるために。即死しそうやな。飲んでますよ。おめでとうございます。どうも。はい。ドンキーブックバッグです。はい、こんばんは。了解。了解ね。ね。ね。はい。さあ、うん、俺、すごい発見してさ。何がやねん。大発見。何じゃやねん。市民税あるやん。あるね。うん。うん、あれを払わんで済む方法。マジで、うん、おい。発見してさ。合法、うん、合法、うん、まあ限りなく透明に近いグレー。初めて聞く。まあグレーなんやな。まあ一応コーナーがついてる感じの。親は中さんで。親は中さんで大丈夫。教えてよ。うん、教えよう。ガブガブ酒飲みたいな。ガブガブ飲みたいな。教えてちょうだい。ちょっとその前にごめん、あれよ。何回ちょっと背中かい。え、うん、ちょっと気になって喋られた。早くかけよ、お前。うん、早くかけよ。ちょっと届かん。え、うん、届かん。お足変えたらお前、どうしても向けよな、俺。いや、俺あんまそういう、男に触られるのとか、うん、どの面出てるもんね、お前。こんな機会やったら女芸人と組んだよ。ガタガタ言うな、お前。あれ、立たせよ。な、あ、俺じゃあこうするから、うん、お前、貝とかぶつけたよ、ここに。お前の欲望の右手にぶつけてもらって、わしの右手で気持ちよくなってんの、お前。お茶の右手に任せよ。やったるから、おい。なあ、変えたら見てよ。おい。あ、収まってきた。
喋れる。いける？いける。ちょっと教えてください。教えるわ。うん、まず住所を、うん、他府県に移すのよ。他府県移すのね。うん、引っ越さないから住民票の住所だけ移すね。移すだけ。うんうんうん、ほんで同じ日のうちに、うん、また住所戻すね。すぐ。うん。うん、するとどうなるかっていうと、うん、ああかわいい。おいおい。かわいいこと言ってたやんけお前。なんやねんお前。無理や。どうして喋られる。おい書いてあるってお前。ね。ね。書いてあるから。そういう問題じゃない。ないやね。中入った。中入ったって何がやねん。かい、かゆみが。中入った。中入った。心臓、心臓かゆみ。心臓かゆみ。右心房かゆみ。右心房かゆみ。左心房は？左心房は壊死してるから。死んでんちゃうけど、おい。なんやねん。じゃあ、ちょっと裏から登山の方持ってきて、お前心臓ついてやったって。いや、死んでます。なんでもっと優しく、なんか、孫の手かなんかで、直接こう、そっちの方が死んでたもん、おい。こじって、そっちの方が死んでまうって、お前な。え？あかんって、お前。あ、俺あれや、裏に今、無比置いてるから。無比なんか聞かんやろ、お前。ちょっと無比ガブ飲みしてくれ。それ一番死ぬ、お前。どうも、金属バットです、こんばんは、お願いします。うん、なんかなんとなくライブ全体の流れが早すぎる気がするから。我慢、お披露目やからね、バットでやから一旦落ち着かない。まあいいや、ええや、言わんと、うん、さあ、うん、もうすぐ1年終わりやん。いやもう12月よ、うん、なあ、もう今年もあっちゅう前やったで。まああっという間さ、もう俺の連れなんかさ、うん、今年の最初の1月1日から、うん、今の今までずっとあーって言い続けてるやつおんねんけど、止まらんと。うん、止まらんと、うん、なんでそんなしてんの。いや、あっという間やったなっていう人ボケの、人ボケのために、うん、あーって言い続けてんの。言い続けてるやつ、何そいつ、おい、うん、なんなん、息どうしてんの、息、ね、息持たんやろ、ね、おい。いや、なんかそんな苦労思ってた。いや、気になるって、なんなんそいつ、うん、息持たんはずやんけ。なダイバーかな。ダイバーじゃ無理やって、お前、息持たんてよ。なんやろ、なんかあれちゃう、なんか人工心肺かなんかつないでんの。管つないで、うん、息を、あー、はい、あー言うてんちゃう、言うてんの。知らんけどな。知ってんやろ、連れやろ。あんま知らんけど、見たことあるんやろ、つないでやった。つないでやった。喉は喉、喉乾くやんけ、お前。喉乾く、あーって言ったら喉乾くやんけ、お前。管通してんちゃう。また管通してんの。水、つないでんちゃう。知らんけどな。なるやん、あーやったら、上の方乾くしや、おい。のどちんこかなんかに、うん、脱脂麺かなんか巻いて、巻いてんの、湿らしてんじゃん。湿らしてんの。俺あんま知らんねん。知ってんやろ、見たやろ、お前釣るやろ、うん、なもやしの下みたいになってんの。え、もやしの下引いてる、わったみたいな。そう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 、あんな感じで。なんなら もやしも生えてんじゃん。生えてんの、もやしも口の中に、うん、あーって出てきてんの、もやしが。いや、さすがに奥歯までいったら噛むやろ。噛むの、うん、うん、なるやん、あー、うんってなる、うんやんけ、あーじゃないじゃ。噛んでないんじゃん。噛んでない、出してんじゃん。出しっぱなし、あーあー、切るかな、切んの、切るかな、あー、切んの、切るんじゃん、切ってんの、うん、そいつと普段何して遊んでんの。何その質問。いや、釣るやろ、何して、そんな、あーって言い続けるやつと。カラオケ行く、カラオケ行くの、何歌うんすか。北の国からとか歌うん、あれしか歌われるか、あーしか言わんからな、あれ以外持たんやろ、お前。いや、いけん、おもろ、おもろ。そいつの口にさ、もし虫入ったらどうすんの。虫入った、あーってさすがに止まるやろ。いやいや、な、網張ってたわ。網張ってんの、口に。網張ってた、はーって飛んでかへんの。あ、網、網塗ってた、塗ってんの、お前、塗ってんの、塗ってた、取れへんように、うん、お前もやしさっき切る言ったやんけ、うん、網張ったら切られへんやん、なあ。積んだ、おい、なあ、ほらほらやろ、嘘ついてんやろ。ありがとうございました。ビタミン取りや。どうも、金属バット、ママンタイです。お願いします。いやいやいや、はいはいはい、ねえ、引き続き寸続でございます。ねえ、並んでるな。ねえ並んでるよ、めっちゃ並んでんね、ヤニが、いろんなヤニ。ねえ、どれが一番とかじゃないもんね、ヤニはね、うん、オンリーワン、オンリーワン。ねえ、タバコ吸いたいな。タバコ PK 対決。相手が選んだタバコを目隠した状態で吸って銘柄を当てます。これを交互に繰り返して5回のうちより多く当てられた人が金属バットのタバコ担当です。よし、タバコ吸いましょう。行きましょう。はい。いつもなんか捨てたりするのに。はい。行きましょう。行きましょう。タバコの、よし、タバコの企画だけ。なんすか。なんか前のめりな。ちょっと進行妨害するのやめてください。行きましょう。行きましょう。オッケー。よし。はいはい、俺から。ちょ余計な話とかしてください、もうちょっと。余計な話とか。余計な話をしろ。セイエス、セイエスですか。余計なものはないから。はい、ないでしょ。行きましょう。下がった、下がった、行こう。先行後攻。先行、先行、先行ってどっち。イーティキング、先行、数方が先行。あ、イーティキング、先行。ナンバー駅であった。じゃあ、ね、当てたらいいんですか、銘柄を。銘柄当てればいい。なるほどね。これが、はい、まずこれがあるよっていうのを覚えておいてもらって。はい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 、いや、分からんけどな、これは分からんな。釣ったことないのが、これは分かるわ。記憶もないし。ウィンストンは分からん。でも1ミリやから分かるか。
ピースなんかもう一撃やん。ピースは上がると思う。アメスピも吸い、俺怪しい。いやでもめっちゃ吸い込み弱いから、セッタがむずいな。あー俺ここ分かる自信ないわ。あーそう、俺からでいいじゃん。いいよいいよ。いやこれ分かるけどな。いやあんま自信ないなこれ。結構吸ってきたよタバコ。じゃあま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 あ、はい、はいはいはい、これですよ。うんうん、ホープじゃないね。つけますよ。うん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 、OK。 はい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 。うん、あ、え、待ってな。ああ、いや、わかりました。ああ、わかりました。これ簡単です。え、これは簡単、もう今言っていいですか。もう、あ、じゃあ一回置いて。はい、めっちゃ簡単です。じゃあ目隠し取っちゃって大丈夫ですか。大丈夫ですか、取って。はい、取って大丈夫です。はい、うん、いいですか。これです、ね、絶対これです。ちょっと待って、ちょ、簡単に言うと、うん、味でめっちゃわかる。わかる、めっちゃセッタの味わかるよ。これ鮮度もらってきたから。わかる。で伊藤とかオズワルドのとかサコタもセッタなんよ、うんうん、で飲みに行ってわしタバコなくなったら、うん、まあ、どっちもくれんのよ一本吸えよって、うんうんうん、で鮮度吸ってきた居酒屋の2軒目の味。2軒目の味。あはめっちゃ噛んだ。これマジで噛んだ。うそ、マジで噛んだ。俺絶対わからんわ。正解です。ね、ほら簡単すぎるこれ。マジで簡単。エンソール来い。いやエンソール来い。エンソール。怖っ。こんな怖いことしてた。口。ほい。ほい。で、火つけます。ほい。なんでしたろうか。軽っ。軽っ。え？ランドセル？ララちゃん、ララちゃん、軽いカルちゃん、ランドセル。ララちゃん。じゃ、軽いカルちゃん、ランドセル、ゆえ。ララちゃん、ゆえ。あ、軽いカル、ラルちゃん、軽いカルちゃん、ランドセル、ゆえ。ララちゃん、カルカル、ランドセル。違う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 、くら、ゆえ、ハゲ。どうでしょう。じゃあ、置いて。なんか今、根性焼きの感覚あった。大丈夫ですか。さあ、外してください。いいですか。はい、外します。はい、大丈夫です。どれでしたろうか。二択。どれどれとどれ。おお、どっちやと思う。口。これは1ミリっぽかったってだけ。正解です。いや、1ミリはわかるよな。1ミリやったらさすがに1ミリわかるわ。軽すぎたよ。1本ずつ出しよう。これもうトントントンって飲みながら、あ、トントントンでバレるから。そうか、そうそうそう。いや、1ミリはわかるよな、さすがに。さすがにわかるよな。簡単すぎる。物足りないってことですか。物足りないってことです。あ、薄いよな。この2つ絶対わからん俺。いやいや、わかるよこれ。簡単やで。嘘、吸ったことある。あるよ。こんなん川原吸ってたやん。まあ、吸ったことはあんねんけど、いにしえの記憶やん。そ、次わしな、うん、ほなほな、私が変わるんかな。こんなお願いします。くそ。よし、OK、はい、これです、これです。うん、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 人体実験みたいな。え、うん、うん、え、セッタや。おー、はははセッタじゃない。しまってな。消します。待って待って待って、その可能性もあります。
あ、セッタセッタセッタ消しますか。セッタです、間違いないです、はい、ここです、間違いない、セッタです、これは間違いなくセッタです。はい、はい、外してください。はい、答えは、はい、あ、もう一回聞こうと思って、セブンスターです、セブンスターです、セブンスターです、はい、残念です。え、嘘、絶対やろ今の。残念でございます。マルボロ違います。え、何今の、え、ラッキーストライヤー、セッター味、めっちゃセッター味だったね。セッター味か、うん、嘘だ、セッター味だったね。ここ結構違うと思うけどな、ここは確かに近いね。うん、いや、セッター味だったけどな。ほー、分からんもんやねいや、残り味するやん、残りワインの感じで言ってるけど、残り味があるやん。ちょ、もういて、もういて、もういて、さっきラッキーストやったんや。怖いわ、これ。火つけます、はい、ほい、むずむずえ、むずすぎへん。いや、これむずいね、結構わからんもんやね。ちょっと待てよ、結構わからへんもんやねんな、こう。はい、オッケーですか。オッケーだと思います。お前ですか、どこ当てる、当てる、当てる、はい、おい、もうそのままポンとオッケー、はいはいはい、外しますよ、外してください。どれでしょうか。セブンスター、セブンスターでいいですか。セブンスターでいいです。正解です。うわーし、セッター、オッケーオッケーオッケー。いや、セッターな、だからここで迷ったわ。あ、いや、ここ近いんか。じゃ近いよ、この辺。これは違うのは分かったわ、さすがに。この辺近いで。いやいやいや、はあ、セッターも結構乾きやじゃん。あれ、セブンスターやんな、他がだってもう消去法やもんな。そう。じゃあ次私が、一回外してるからな。まあ、どうなんやろな。一回外してるからね、これは当てたい な, かな。はい、はい、はい、口、うん、火つけますよ。ちょっと待ってな、うん、うん、これは、はい、火つけて、香りだけで、うん、ソムリエがワイン振るだけで、ハイライトハイライトです。正解です。はい、ハイライトです。これはハイライトです。簡単です。吸ってたもんな。そう、吸った時のあの梅の香り。梅の感じか。うん、あのフィルターの味。はあはあはあ、これハイライトです。ありがとうございます。それはわかるか。これは簡単です。ええー。いっちゃん初め吸ったタバコやから。これは忘れへんね。これ。え？どうしようじゃあ。普通にきついじゃない。これどうでしょうか。はい、はい、うん、いくよ、はい、うん、わからんもんきたな。え、どうでしょう。ピリピリする、ほう、ピリップ、ピリッピモリス、ピリピリするよ、あれ滑るよ、ピリピリするよ、あ、桜葉や、ピリるよ、電気風呂入った桜葉やちょ、ほんまに分からんねんけど。オッケー、もうタバコ置いてポンと、ほんと、もう綺麗やろ、はい、はい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 、ほんまに分からん。なんでしょうか。ピリピリしてん、ピリップモリス、え、こんな、でももっと軽かった気すんねんな。え、でも違う、
違う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 、ハイライト、ハイライト、うん、残念。あ、あ、ウルマ、ウルマです。ウルマ雑把やからピリ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 したわ。ピリピリすんね。ウルマか、若葉と一緒。そうか、そう、このピリピリがうまいのよ。おかしなってまんのも、ピリピリした。うん、ああ、おー、並んだ並んだ。ほんまに雑やな。そうやね、ウルマってうまいね。これがうまいというか、もう好きなんねん。はあ、こっちすると整いすぎて、ちょっと、うんうんうん、あー、でハイライトもちょっと整いすぎてるから。ああ、ちゃんと雑やった。そうそう、この雑味が美味しいのよ。好きやねん。じゃあ次、私が、だいぶ口入られてるな、はい、じゃあお願いします。どうしようかな、うん、うん、そうよ。どっちやこれ。ちょっとごめん、もう一回フィルターだけ吸っていい？フィルターを吸う？火つけてないやつ。火つけてないやつ。いいですか？はあ、はあはあはあ。いい、ちょっと待ってな。そう思ってて。マルボロ？マルボロ。奇妙な絵やな。タバコ持ちながらついてないタバコをペロペロしてんなお前。マルボロ、マルボロ、メンソール。正解。うん、すごい。やっぱハイライトあれやから、ラムの味するから、フィルターから。すごいなお前。あ、これも吸ってたから。あ、これ俺これ吸った記憶ないな、一回も。え、出た時みんな吸ったよこれ。吸ったかな、一回吸ったやん。ここ絶対分からん俺。いや、これ分かるって、うん、絶対分かる。はあ、じゃあおはげちゃん行きますか。あれ、どこ行った、目隠しちゃう。うそ嘘やろ。初めての経験。メガネかけへんから。どれ行こうかな。みんなおる？おるな。ほい。はい。ほい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 。ん？いくれ？うん。今、二択やん。一緒やってこれ。どうでしょう。え、きつい方どっちやろ？ハイライト。普通の？いや、メンソール。うわ、正解正解。ああ、いや、これはわかるよな。じゃあ、全然味ちゃうってお前。味ちゃうんか。うん。あ、ちょ味ちゃうね、これ、マジで。おお。ほらほらほら。おーは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 ー。な？わし、こっちの方がすっきゃね。おお。こっちの方がうまいよな、俺は。好きやな。こっちの方が好きやな、俺。ああ、あんま洋目すっきゃね。こっちの方がね、ラム味。名勝負。おお、並んだ。並びましたね。これなぁ。シャーハイライトメンソールの方が、ちょっとなんでしょう。なんか、一個香りついてないこれ。うん。あ、わしこの香りつっけないよ。デバ、デバ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 。デバデバ。一応ラストですよ。デバでございます。はい、よし。メンソールやな、久々の。久々のメンソールやな。これ居酒屋やったらぶっ壊れてんな。明日絶対残るやつやな。あ？これな。行きづらいよな。ヘッドホンも欲しかったな、なんか。はい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 。お口どうぞ。え、ホープ？お？この袋さ。
えぇ、いや、ホープっぽいな、このフィルターの感じは。柔らかいし、アメスピ硬いよな。このでも特徴のない感じ。いや、どって、いや、ピースやったらもっと重いよな。いや、ホープやないか、でも。この、ホープ。ホープ？ホープ。正解！よし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 。ほら、ほらほらほら、ホープ。柔らかいね、フィルター。丸いし、ちょっとでかいね、ホープ。おー、え？ちょっと太い、太いね。マジで？太いんや、こいつ。ちょっと太い、確か。加え心地が。お前、太い。ほら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 。お前、太いんや、ホープ。はぁ、太かったんや、ただ短いだけ思ったじゃないね、ちょっと太いね。はぁ、じゃあで、柔らかいのよ、フィルター。葉っぱの量は一緒とかなんかかな、ひょっとして。どうなんやろ。じゃあ小林くん、追い込まれた側の PK なマジモンの方外したら負けです。いや、でもそこをなんとかまだ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 外したとして、まだ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 です。まだなんて、お、魔力が暴走したレバー、はい、息つけるよ、はい、アメスピカー、アメスピじゃない？他ある？何やったっけ？一回取る？もうちょい吸って。うまい。うまい。うまい入りました。うまいぞ。うまいは入ってます。うまい入りましたよ。うまいってことは、うまいってことはってまあ合わないからな、タバコは。そんなきつないと思うねんな。アメスピでいきます。アメスピでいいですか。はい、アメスピでいいです。一回、マスク取ってみてください。アメスピの箱見てください。あ、補充したあ、そういうことか。見てください、フィルター見てください。あ、入れ替えたピースです。うまい。金ピでございます。にタール21ミリでございます。え、全然きつく感じへんで。ほんまに野村が吸ってたやつ。俺も一時吸ってたな。ピースでございます。こんなうまかったっけこいつ。ほんまに、ちょっと一口いや、めっちゃピース味やん。ピース味、うん、フルーツ味。あ、こいつロックなんや。フルーツ味やん、ピースは。ピースか、これ。ってことで、4対3で私でも勝ちでございます。ありがとうございます。ヤニソムリエでございます。私がヤニソムでございます。これはピースがあるなピースうまいよな。ピースうまいけど、ピースはやばそうよな。いや、ちゃうね、わしそのフルーツ味がメッシに合わんから、あんま好かんねん。な、野村の顔色どんどん悪なってる。どんどん悪。あれ、うん、じゃあね、あれはもう人のもんや仕事しすぎやね、あいつあー、ピースか。ピースやね、ピースでございました。いやー、わからんな。めちゃめちゃピース味やね、ピースって。ピース味、あー、フルーツ味か。え、ちなみに、ちなみに、はい、ぶっ壊せないの、これ。ちなみに、お前のライターでやってよかったな、せっかくやから。そうやな、わし、ようわからん。酒井の缶詰バーの。え、ライターでも変わるんですか。いや、石膏ごつい。10本は変わりますよ。変わるんだ。マッチもな、うん、匂いが最初だけ。いいライターやから、小林の。おいくらやったっけ、それ。17万。うわ、これ、うん、うん、アメスピやっぱ詰まってんな。詰まってんな、遅い、遅いねん。一回揉めっていうよな、吸う前に。あ、そうなんや。そうそうそう。じゃあ、あの、普通に吸いやすなっていう。せやね、ぎゅうぎゅうやな。ああ、うん、そうか。そうか。いや、味は分からんな、でも、アメスピ来られたら。
じれったい、うん、いっぱい吸ったのにあんまけえへん感じがある。わあ、でも洋木味、これで丸ボロと分からへんのかな。わし今終わってんちゃう。わし今終わってんね。お前今タバコ持ってなくても終わってるから。偽回し。ちょっと待って、これはあれフィルター硬いねんな、丸ボロって。こんなバカバカタバコ捨てることある。なあ、もったいない。丸ボロ捨てる。10年前のわしだったらこれ持って帰るわ。あーは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 ーあーは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 ー。あーでも味、ちょっと待って、こんなこともできちゃうんや。じゃあうーわ、ダーブルタバコ。うわ、これもできるわ。これもできるやん。なんでしたいの。どうも金属バットです。お願いします。どうもございます。いや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 、俺さ、へーへーへー、ちょっと不倫してんのよ。アホかお前、おいアホなんか俺、お前、おい、いや、やったかやろんな。してるからさ、ヘラヘラすんなお前、おい、やったかやろお前。あかんのはもちろん分かってるよ。分かってるんけ俺ら。分かってる分かってる。相手どんなやっちゃねんな。相手小学校の先生でさ。うわお前もう、うん、そんなんとどこで出会ってんな。俺が小学生の時の担任の先生なんやけど。 あおばあちゃんやお前。おばあちゃんとか言うなよお前。年齢的におばあでしたろ。いや失礼やろお前。何がいいな。女性に年齢関係ないやろ。お、あ、確かに申し訳ない、失礼。簡単に申し訳ない。まあまあ確かにお年は召してはんねんけどさ、はあ、その年齢を感じさせないぐらい、はあ、お召し物があでやかなよな。ババアやないけお前、おい。やっぱババアやんけ。何がいな。お前ババア褒める専門用語全部使ったやんけ。わし高島やってたんか思うと。そんなん言うなよお前、仲良やってんやからさ。仲良やってって何やってんのあんた。いやこの前もさ、はあ、その先生と初めて出会った記念日があってさ。ね、入学式け。でその時2人でさ お寺行って、おい、で寺の入り口にある、はあ、こう水をかけ合ってさ。あ、開けまへんだあんた、あれちゃいますね。そういうギミックになっちゃうねあれ。でそっから2人で買い物行ってさ。ほうがいいな。で俺もう何でも好きなもん買ってあげるよって言うたんよ。えらい気前な自分。まあまあ記念日やったからさ。入学式なそれな。ほんな先生がさ、うん、私が欲しいものはお金で買えるものじゃないのって。どういうこと。なんか俺の目をじっと見つめてきてさ。あら先生、ねえ、なんか膝の軟骨が欲しい。あ、そっちかいなお前。さすがに軟骨使われへんわ。むちゃ言うたあきまへんわ。ほんな先生がさ、はん、もう俺にプレゼント用意してくれてて。何。なんか俺の名前入りのパワーストーンを用意してくれてて。あら、えらいキャイらしい。やろ名前入り。いいやろ。あんた小林圭介って名前からなんや、うん、圭介って書いてるパワーストーンかいな。いや小林家って書いてたの。墓石ちゃうんけそれ。おい、墓石じゃないけどな。これ手につけるような石。でっかい四角やった。墓石やないかお前、おい、あれパワーストーンちゃうねん。嘘、パワーなくなったやつが使うストーンやお前。そうなん、最後の石ですよあれ。えぐい間違いしてるやん。でそっから二人でさ、はん、先生の家行ってさ。え、不倫やろお前。そうよ、いかついな。で部屋でな、はん、まあまあ二人きりやんか。はん、まあだんだんいい雰囲気になってくるやんか。え、ほんな先生がさ、はん、そろそろ欲しくない。えらこちゃん、あららら、えらいこちゃん。あらら、そっからさ、はん、吹き焚いてくれてさ。おもろないのこれ、はげおい。マジで上手くて。眠たいこと言うなボケこら、おい。え、大人やろ、不倫やろ。いやそうよ。なんちゃこう体を触るようなちょめいことお前。そういうのが聞きたいの。当たり前やんけお前。もちろんあるよ。よいしょ言え。肩もんであげてさ。孫やんけおい。え、あんた孫みたいなことしてるやんけ。何がいい、なんかないんけそっから。いやそっから先生がさ、うん、漫画買うたあかんよ言うて、え、で図書券もらって、おい、で家帰ったよな。お前はよ不倫せえやおい。え、全然せんやんけ不倫、おい、はよせえよ。お前不倫したあかん言うてなかったっけ。わしも下品な生きたい耳なってんねんおい。そんな頼むわ、なんかくれよお前、やれよ。じゃ不倫してるやんか。どこがやねんお前、寺行って吹き食うて肩もんでお前、こんなもん不倫ちゃうやん、家族やんけお前。ありがとうな。ありがとうないないねん。どうしてんちゃうねんお前。やっぱ不倫ってあかんやんか。もうかまへんのやないこれ。だから俺ちょっと前々から考えてることがあってさ。ない、養子なんのけ。いやじゃなくてさ、はあ、どうしようかな。なんや、結論だけ言おうか。はあ、先生をさ、はあ、俺ら金属バットに加入させようと思って。いややって、お前、おい、いややって。いいやん、いややって。いや先生吹き焚いてくれ。いらんわ吹きなんかお前、いやじゃ。じゃあ分かった、はあ、
旦那さんも入れようか。なんでそんなことなんねんって。いらんてダブルで。これが一番平和に収まんねん。何が平和に収まんねん。おい、なんでジジイとババとハゲとロンギで漫才せなあかんねんお前。いや旦那さんめっちゃ喋れる人よ。喋ったことあんねや。あるあるある。おもろいの？全然おもんない。ほなあかんやんけお前。おい、なんでダラダラ喋るジジイと吹きたくババ入れなあかんねんお前。いらんわ。いかへんて。でちょっとほんま申し訳ないんやけどさ、あんたもうどれが申し訳ないねんな。正式に加入させる日を、俺と先生が初めて出会った記念日にしていいかな。それなんや、入学式なんか4月け。それは9月1日なんやけどさ。あんた転校生やったよね。ヤニカス探偵だ。どういうつもりなお前。何がやねん。どういうつもり。何がやねん。何なん。何を言ってんねん。な、どういうつもりお前マジで。探偵や。小林圭介探偵だ。違うって、探偵じゃないって。ここまではパン君やねん。誰がパン君やねん。ここまではパン君やねんけど、これ何、ここ、ハガー市長みたいな。パン君とハガー市長が合わさった生物ってこと？で、ハードゲイバーの店員でもあるの。なんで、どういうつもり？なんで釣り番してベルトしてんの？何？どんだけズボン上げたい？絶対にズレたくないね。何があんの？絶対にズレてはいけないね。どういうつもりマジで。今回も結構いてますね。いてますね。お前さてはバカだな。見たらわかるやろ、バカに決まってるやろお前。探偵なのにこんな帽子かぶって、こんな長いコート着て、いい中アロハやろ。バカに決まってるやろ。トラやし。これはあ、メビウスね、ブラックデビルのモカバニラ、ラッキスト、ピース、アロマインフィニティハイライト。あ、なるほど。あ、スタツね、スタツ。これチェリーの胸安じゃない？だいぶ胸安やな。胸安、こういうジャージもよう着るし、うん、胸安何吸ってたっけ。胸安は何吸ってたかな。あいつとバイトも一緒やってんけどな。あいつ何吸ってたかな。いやでも、マイセンとかやったと思う。これってこと？なんかそれ系やった気がする。ルーミネな。ルーミネがブラックデビルモカバニラしてた、もう芝生許されへん。それだけは避けてほしい。ルーミネマジでもうあかん、殺さなあかん、こんな吸ってたら、うん、シャーロムね、シャロームか、シャローム、タイガーメイサー来てるやん、かっこいいな。シャローム、シャロームは若いんか年食ってるのかわからんから、まあ年食ってんやろな。若くもなく、年いってるでもなく、あれ中途半端。あれエグザイル、知らんわ。ええねん、富野さん。富野さん、ええねん。シャロームはピースとか吸っててほしいけどな。あ、ラッキーストとかな。うん、お松、お松、お松よ。お松何食って、アメリカンドッグ食って、アメリカンドッグ食ってる時写真撮ることなんかあんねんな。後ろ誰、後ろ鏡の中にカイバル言うぞ。ゲビ試しって言われるやん。なあ、だからアメリカンドッグなんか食うたら隠れて食ってんやろな。あ、そういうことか。美食クラブで眉、眉、眉、うわここピアス開いてるやん。あ、うわ怖いな。眉はブラックデビルでもええな。いいか。あ、この後ろもブラックデビルみたいし、うん、うん、これだからお松のアメリカンドッグは、うん、洋目を示唆してるよな。あー、なるほどな。でシャロームのこれ、うん、タイガーパターンもこれ、うん、アメリカのやつやからラッキーストの可能性あるよ。あーは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 ー、あ、ベト戦の時のやつやから、うん、うん、戦争を示唆してるよね。ブラックデビルなのかそれが。ルーミネはマジでないやお前は。おい、ルーミネはあの理想はハイライトかな。あ、俺も思う、理想はハイライトな。ハイライトになってほしいか、メビウスか、うん、この色合いもほらハイライトやん。ハイライトやな。うん、こいつだけ外でお昼やね。スタッツはなんか釣りかなんかしてるんやろ。うん、スタッツ、スタッツはでもスタッツはピースではない気がすんな。あ、こういうのいかへん気がする。スタッツメビウスちゃうか。スタッツはメビウスかな。眉は眉ブラックデビル行ってほしいな。まあまあまあ行ってほしくはな。真正面からバカにしたいなこういうのは、うん。ちょっとなんか情報みたいなないですか。あります。うん。調子。
そうか、握らなかった。スタートは21歳でございます。21。1日に20本。なかなかすごい ね。女がタバコかの二択を迫られたら、即答でタバコを取るくらいにはタバコが好きです。喫煙者というだけで、社会の隅に追いやられている現状に、鬱屈としながらも吸える場所があるというだけで感謝。メビウスじゃないわ。メビウスじゃないな。違うわ。あ、タバコが大好き。あー、ピースかハイライトじゃないか。でもなんか一周回ってかもあるな。あー、ぐるっと最後にメビウスのたどり着く。でも21やぞ。あー、まあまあそうか。ちょっとハイライトかピースが匂うな。あー、ちょっとまあ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 、まあ、スタツスタツはこの辺俺はちょっと匂うな。うん、ルーミネね。ルーミネ来た。32歳。年下。え、年下じゃない。ルーミネ年下か。めっちゃ若くも見えるよ。ほんま、あの前世紀の内山くんぐらいの。前世紀がいつか分からない。子供の時か、あっぱれの時か。うん、32歳で1日10本、半箱やね。はははは。音楽には終止符があり、人生には、銘柄名がある。和田誠の作品より。何言ってんのお前は。音楽には休止符、休止符があり、人生には銘柄名がある。銘柄名、これのどれかがあるってことやな。うん、ちょっともうええな。うん、ルミネ、ルミネちょっとええ、ちょっとええかな。シャローム、シャローム42歳。おー、1日40本2箱いく。タバコ愛についての文章を書いてるだけでタバコが吸いたくなる中毒者です。おー、じゃあこの辺じゃないか。こっちやな。ここよな。ここやと思うわ。タバコ好きはピースいっちゃうもんね。うん、アロマインフィニティって何ミリのやつや。あれでも10とかじゃないかな。うん、前もろたやつやろ、タバコ屋のおばちゃんに。あーあー、あれか、あれ 10ぐらいか。ここちょっと、ちょっといい、ここちょっと一応ね、ここ、うん、そこ結構一応こうやけど、一応こうね、結構期待値高い。結構これ期待値高いね。うん、8か、うんうん、まあでも逆にね、うん、40本もするから。そうやな、ハイライト40本やばい。いや、死ぬ死ぬ死ぬ。お待つよ、お待つ。30歳。お待つ30歳です、うん、1日20本1箱。うん、憧れのミュージシャンきっかけで吸ったタバコがミュージシャン以上に好きになると思いませんでした。ラッキーストライクちゃうか、ハイライトが。ミュージシャンが吸ってるタバコ、2ナリンゴハイライトじゃなかったっけ。C ナリンゴハイライト言ってたよな、ハイライト。ラッキーストライクはキムタク。ラッキーストライクって誰か吸ってる。キムタクじゃん、メイビー。キムタク、マルボロじゃない。いや、メイビーで吸ってた。メイビーの時、ラッキーストライク吸ってた、あの滑ってたやつ。ハイライト近いな、じゃあ。ブラックデビル、モカバニラ吸ってる、はい、ミュージシャンいてる。いそうやけど、多分ビジュアル系が好きやわ。あ、この感じ、この感じ。ってことは、だメイビウスは消して、メイビウス消す。ブラックデビル、モカバニラ。いや、ちょ、まあ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 、あ俺、眉はブラックデビルで行ってほしい。真正面から言い出してくれ。眉の情報、眉の情報いきましょう。眉、35歳。もう1日10本。あ、呼吸をするようにヤニ吸ってます。 C 社も大好き、ブラックデビル。はい。C 社も大好き、ブラックデビル。はい、確定です。ここは確定です。間違いない。ありがとうな、マユ。安牌。マユは間違いなくブラックデビル、モカバニラや。ここ消えたのでかいよ。C 社、くっさいね。なんでですか、なんでですか。C 社みたいな臭いもんが好きなんでしょ。C 社に一番近いのは。で、あの臭い言うたらブラックデビル。うん、ブラックデビルで一番臭いのは何？モカバニラ。これですよ。アホと大学生が吸うでおなじみ。一回みんな買うよな。うん。あとデスとかな。デスデスとかを買うね。眉みたいなやつはな。行きましょう。図星すぎるんやろうな。アンパイやで、ちょろいもんやで。2つよ。1日1箱で、女がタバコ、2択やったらタバコ、吸える場所があるだけで感謝。タバコ好きな。タバコ好きはでもみんなか。メビウスのか、メビウスラキスト。あ、ハイライトはお松っぽいな。でもミュージシャン、ああ、なんかハイライトかな。ハイライト吸ってそうじゃない。吸ってそうは
いや、ルーミネもよ。ルーミネは労働者すぎるからよ。え、ルーミネ、ルーミネの情報当てならんのか。そう、なんかあの、なんか残しに来てんの。ルーミネ、1日10本。音楽には休止符があり、人生には銘柄名がある。和田誠の作品より、やかしちゃうら。人生にはで一個ずつ当てはめてったらいいんちゃうか。どういうこと。音楽には休止符があり、人生にはメビウスがある。人生にはブラックデビル、モカバニラがある。人生にはラッキーストライクがある。ほう。人生にはピース、アルマインフィニティがある。ピースだけでくくるとすごく腑には落ちるな。音楽には休止符があり、人生にはピースがある。あー、でも確かにズバリ入るな。うん、ハイライトがある。うわ、あ、もう入るな。あ、これはちょっとヒントやな。あ、ブラックデビルではないな。ブラックデビルはないな。人生にはおらんもん、うん、メビウス、メビウスがある。人生にはメビが、あ、じゃあピースかハイライトやな。ハイライト行ってみるか。人生にはハイライトがあるわ、すごくしっくり。人生にはハイライトがある。ピースがあるが、でも一番、いや、でも休止符があり、シャロームだいぶピースやってるな。はあ、シャロームはタバコ愛についての文章を書いてるだけでタバコが吸いたくなる中毒者で、フタアコスって。え、シャロームメビウス。シャロームメビウスはありえるな。ちょっと一回シャロームメビウス言ってもらおうか。シャロームメビウス、ルーミネピースな気がするな。シャロームメビウス10ミリボックス。メビウスちょうだい、10ミリボックス。シャロームメビウス10ミリボックスね。バイト先に起きてたおばちゃんね。おばちゃん。ルーミネ、ルーミネが、ルーミネピースだと思うな。ピースでいく。ルーミネピース、お松とツタツよ。お松はもうハイライト、お松ハイライトじゃない。いくか。で、ツタツ、あ、ツタツラキストストライクは、うん、出そうやな。これどうですか。これはだいぶ、これはいいと思いますよ。これだいぶ当たりちゃうか。これ我らの推理はこれだ。5人中お3人正解。ええー、外してんねや。外してんのか。だ、どっかを入れ替えてるだけじゃが。お松つたつじゃない。お松たでてみる。お松た逆、お松た行く。お松た逆、お松た、おまがメビウス、つたつがハイライト。あー、ちゃうか。おまがメビウスなんてないか。いや、ミュージシャンが吸ってたやもんな。え、おまらきつたはい、おまらき、おまらきつたはい。あ、そうか、そうでいいんか。おまらきつたはいでどうでしょうか。正解です。おい、ほらほら、みーさ、早い。俺たちがやりかさでだ。ほら、みーさ、確かにな、人生にはピースな。人生にはピースがある。ルーミネ、ルーミネめっちゃヒントくれてたんや。めっちゃヒントくれてたもう当ててくれやったんや。シャロームメビウス言ってんのか。お前メビウス2箱も吸ってんのか。シャローム2箱吸うとしたら、でもメビウス、メビウスやな、こん中やったら。確かにそうやな。スタッツは、スタッツがハイライト、スタッツがハイライト、ハイライトか、うん、あー、眉は安牌すぎたな。眉簡単やわ。簡単やった自分。真正面からバカにできるわ。お前つラキストかい。ああ、これ意外やな。誰なんやろね。誰なんやろな。お前つが好きなミュージシャン。ケムールさんのサイトで見たら、はい、ラキストライク吸ってる芸能人が、はあ、木村拓也、あ、メイビー、前田大孫、前田大孫、金属バット小林って、ミュージシャンは、木村拓也をミュージシャンとするか。どういう並び。前田大孫と、前田大孫とキムタク、うん、と俺。すごいさ。すごいさ。さーってなよね。誰なんやろな、お松が好きなのは。なあ、うん、いや、ちょろかったな、ちょっと。なあ、これは簡単でしたね。なんなん、あ、ぼやぼや、アメリカンドッグ食ってるけど、お松、うん、うん、簡単でした。やっぱアメリカンドッグもこう示唆してたんや。やっぱしてたんやな。ほんまにしてたんや。そうなんや。簡単すぎる。C 社も大好き。簡単すぎた。C 社も大好きなんか絶対言ったらあかんよ。絶対言ったら答え書いてんのと一緒やからな。C 社も大好き。ブラックデビルやん、もう。スタツね。スタツがハイライトかよ。珍しいね、21でハイライトって。最近おらんよな。そうやな。うん、こいつヒゲどうやって生えてんの。お前よ。アシュラ男爵みたいな。
下側だけなあ、下手にヒゲが生えてる、こげテレコになってる、なんていうの、アシンメヒゲと、こうとこう生えてる、なやこいつ二つ、なんちゅうおしゃれしてんの合体したんが余りもんで自己車くっつけたみたいな、スタッツ、スタッツ、ルミネはね、ルミネ何してんねん仕事お前何の合間の写真や潮干狩りで飯食うてんやろシャロームがな、まあそうやな、40分すんやな、メビウスやわ、うん、これ簡単でしたわ、まあ、いやでも一発正解じゃないんですからね、いやいやいや、もうほぼ正解やってるんですかほぼ正解でしょう、ほぼ正解ですけど、ちょろいですよ、一発正解目指してください、何なんですかほぼ一発やったでしょこれ、一発よ、ええ、ほぼほぼ一発、一発殴って倒れたとこに僕らが最後蹴り入れただけで、うん、向こうのパンチの時点でレフェリーが止めてた、うん、そのまま蹴り入っちゃっただけですから、うん、あのパンチでほぼ倒してるんですよ、もうちょっと難易度上げますね次は、いやまあまあまあやってみたらいいよ、まあ、またズバリ当てちゃうからな、なんたって俺たちが、さ、うん、俺すごい発見してさ、何がやん、大発見、何じゃやん、市民税あるやん、あるね、うんうん、あれを払わんで済む方法、マジで、うん、おい発見してさ、合法、うん、合法、うん、まあ限りなく透明に近いグレー、初めて、まあグレーなんやな、まあ、一応コーナーがついてる感じの、親は中さんで、親は中さんで大丈夫、教えてよ、うん、教えよ、ガブガブ酒飲みたいな、ガブガブ飲みたいな、教えちょうだい、ちょっとその前にごめん、あれよ、何回やる、ちょっと背中かいえ、うん、ちょっと気になって喋られた、早くかけよ、うん、早くかけよ、ちょっと届かんわ、え、うん、届かん、お足変えたらお前、ちょっと後ろ向けよな、いや、俺あんまそういう、あの、男に触られるのとか、うん、どの面出てるのお前、こんな機会やったら女芸人と組んだよ、ガタガタ言うなお前、あ、そうか、あ、おい、じゃあこうするから、うん、お前、かいとこぶつけたよ、ここに、お前の欲望の右手にとぶつけてこいよ、どうしの右手で気持ちになってんのお前、お茶の右手任せろ、やったるから、おい、なあ、はい、ああ、ああ、ああ、収まってきた、うん、喋れる、いける、いける、ちょっと教えてほしい、教えるわ、うん、まず、住所を、うん、他府県に移すのよ、他府県移すのね、うん、引っ越さねえから住民票の住所だけ移すね、移すだけ、うん、はあ、ほんで同じ日のうちにまた住所戻すね、すぐ、うん、はあ、するとどうなるかっていうと、はあ、あーあかん、おいおい、かいこと言ってたやんけお前、なんやねんお前、無理や、どうせ喋られる、おい書いてあるってお前、ね、なあ、ね、書いてあるからそういう問題じゃない、何やねん、中入った、中入ったら何がやん、かゆみが中入った、心臓、心臓かゆみ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 、左心房、左心房は壊死してるから死んでんちゃうんだよおい、なんやねん、じゃあ俺ちょっと裏あったら登山の方持ってきたお前、心臓ついてる、いや、死んでる、死んでる、何やねん、もっと優しくなんか孫の手かなんかで直接こう、こっちの方が死ぬからおい、こじってこっちの方が死んでまうってお前な、えあかんってお前、死んでまうから、うん、あ、俺あれや、あの裏に今無比置いてるから、無比なんか機械やろお前、ちょっと無比ガム飲みしてくれ、それ一番死ぬお前、どうも、どうも金属バットです、お願いします、おおマジか、たくさんやないの、マジかマジか、おい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 、たくさんにも限度があるよ、おい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 、マジか、えらいこっちゃ、おお、あぶりし、すごこんなに、はい、はい、付箋にこう何ページのですよみたいなのが書いてあります、ああ、バンバン外してもったらダメなこれがこれやな、なんかこの辺におったわ、はい、いろんなライターを、何このライター、何これ、見たことないライター、それなんかそこに書いてあります、うん、マジックで袋にカタログ無書いてはあるんやけどカタログにはないYouTube 再生回数220万回以上、オリジナル動画好評配信中、 JII で検索、何ですかこれ、繰り返し充電して使える、充電、こんな飛行機乗せられへんねんないかなあ、うん、疑われんねやろな、はあ、え、どう、おお、 USB、 どっから引っ付けるの、どういうこと、これどないして使うの、何これ、起動注意、
あ、なるほどなるほど。ね、これをずらします。あ、ここがあっちになるのかな。 LED ランプが点灯するとこまで。多分これ電気あらへんみたいわ気になりすぎる充電して、ちょっと充電しようか。わし今充電器持ってきてるね。あ、ちょっとあの AMSR 早く、 AMSR 早く早く持ってきて、早く充電、 ASMR 早く、タイプ A、 タイプ A、 ASMR 早く早く、なっちゃうなっちゃう、音なっちゃうから早く充電器ASMR 早く早く、いけ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 よ。はい、オッケー、ありがとうね。はい、助かった、ありがとう。はい、取れた。はい、よしよしよし、これ充電器、充電器。あ、お前、お前、なんやねん。お前がチャックの音鳴らせる時にもなんやねん、刺さっております。人が機嫌を言うつあるかっていうふうにくそ、これもう、しばらくじゃあ、他の座とか、うん、他の座とか、これ、あ、これプレーンライター、バースネオ、うん、バースネオって名前なんや。おー、 B3、 うわーうわー嬉しい、下着やん下着やん、これさベニシアル、ベニシアル、これが、じゃあわしが P3 に書いてる歌、これや、バースネオ、バースネオ、これいつも使うんですよな。こっちのが好きやな、俺。これジャリジャリやろ、うん、これやろ、石削る方が。そうそうそう、カチ嫌よな、うん、ドロップ、へえ、ここバースネオですか、中国から来てんねや、あ、知らなんだ、はあ、これな、バースネオ、バースネオ、これがバースネオ、これ嬉しいよな、好きやわ、これこれな、俺は紫選ぶね、なんか知らんけどあー、優作、あ、優作できへんようになってる。え、嘘、ほら外せんじゃん。いや、あれなくなってる、ほんまや、もう優作できへんねや、バースネオは。ああ、いいね、これやな、やっぱりそれよう見るわ、これな、よう置いてるわ。キャンディー、キャンディー何ページ、ページ2、ページ2、キャンディー、あ、キャンディー、キャンディーや。風に強いターボフレームなポップカラーが登場。え、風に強いターボフレームに、風に強いターボフレーム、ターボか、ターボなのか、これターボフレームって何？入って、おお、ターボや、ターボやん、キャンディー？ CR 対応って何なの？ CR パチンコやろそれしか聞かんよな。これがアイル、アイル、アイルのわらがこれや、安定した炎に長い延長の無調整式ライター、はあ。あ、これな、うん、これよう見るわ、安定してるな。あ、これは CR はチャイルドレジスタンス、子供の、そう、子供が簡単に操作できないようにする機能、反乱、子供の反乱、チャイルドレジスタンス俺たちがチャイルドレジスタンスだこの赤ちゃんホープはチャイルドレジスタンスが乗っ取った空の山やアメリカンドリーム、めっちゃいい名前やけ、アメリカンドリーム、あるか、安定性重視のキャップ付きタイプあるか、アメリカンドリーム、アメリカンドリームで安定性重視なんやなんか一か八か感あるけどほんまやな、これちゃうか、アメリカンドリーム、アメリカンドリーム、アメリカンドリームや、安定を求めてアメリカに飛び立ったんや、みんなそんな、そうなんておぉ、おぉ、おおー、ターボ、ニョキって入るやん、おお、いいですね、アメリカンドリーム、これいいな、今度車積んどきやな車持ってないけど問題はな、あれ、液体まで色変わってるよ、これ見たぞ、これパレット、パレット、名前、うん、正解、パレットカラーガスで見た目に綺麗、見た目に綺麗、ね、もう見た目、そっか、ああ紫、いいね、飲めそうやな、氷タンフレや、氷タンフレ氷タンフレ、うわー、すごい、ブルハワイや、
わぁ、綺麗やん。お、なば。おぉ、ええな。あ、これ優作できる。あ、できへんわ。これあかん、石ちゃうわ。優作できへんやつや。優作できるってなんですか。あるんすよ。ブワーって松田優作。そうそうそう。これでもなかなか強いで。うん、強いなあ。腰出して友情パワー。アメリカンドリームやな。あいう、これ、アブリシって何？ P18 アブリシいきますか。これ直しがってぐちゃぐちゃなの。これ青めっちゃええやん。紫もええ、これええな。これしゃれてんな。あ、キャラな、すみっこ暮らしとか。スムージーライト、山手線、うーわ、地元愛があればな。買うんやろな。うわ、すごい沖縄コーターは俺、これ沖縄行った時に、おい沖縄のやつ、沖縄琉球王国コーターは。あんねん、うん、ちゃんとホテルに忘れて帰ったわ。ちゃんとで、ね、ちゃんと忘れて帰った。はい、じゃあ P18 サムライアニマルズ。サムライアニマルズとは日本の侍×絵と動物を掛け合わせたキャラクター。スタイリッシュでクールなキャラクターデザインは世代を問わず幅広い層に支持されています。言い切った、言い切ったぞ、言い切るやん。聞いたことないで君たち、うん、じゃあ P18 ね。 P18 飛ばしてしまった。言うか、これアブリッシュ。お、すごい、え、すごい。つもの料理にひと手間を、使い切りクッキングバーナー。バーナー買った。チャイルドレジスタンス。おおおおお、これサバーバってできんねや。イカも炙れるし。え、なんぼやこれ。これめっちゃええやん。炙りし見たことないな。値段によってはこれめっちゃええ。喧嘩取るとこいつ。これすごすごいな、これこれめっちゃええ。あ、待って、うお、これ引くで、これやろ。うん、おお、これひょっとしたら溶接できんじゃん。え、すごい、ちょっと、ちょっと、500円、500円、500円。え、じゃん、あー、うーん。これなんかホストとかが出してきたらいいな。いいな、もう加えた時にめっちゃええやん。うん、これいいね。わ、ロゴスや。おえー、ライター出してんの。まあ出すか。ターボってことはこれみたいなこと。ターボチャッカマン、はえー、これ高いんちゃう。ターボチャッカマンピン書いてないな、それロゴスは。これ書いてないな。うお、すごっ、おお、すごっ、うーわ、あ、マイクなかった。ちゃんと ASMR ASMR すぐ来れるようになってるやもん。すごっ。 S って何。2本400円。2本400円。2本800円だ。1本400円。1本400円。え、これめっちゃいいな。これめっちゃいいやん。なんか燃やした。燃やしたなるな。燃やしたなるな、これ。この日は散らかっとんな。おいしこれ、おいしこれ。何がじゃ。すぐ燃える。めっちゃええな、これ。これめっちゃええやん。ロゴス。これめちゃくちゃええな。よかった、子供の時知らんで。何か起こしてたな、これ、みたいな。シニア向け。うん、シニア向け。グッドデザイン。お、すごい。何ページ？はい、君は、だ、これちゃうか？ M1 の時もらえたやつ、ロゴスやったっけ？パタゴニアじゃなかったっけ？あ、パタゴニアだっけ？シニア向けで、立てて置けるので、場所を取りません。どういうこと？こう置ける。こうじゃなくて。え？仏壇とかにあったらいいよな。え？横にして。
場所取らんな確かに場所取らんわ。いや、このこいつらと戦ってるから。ああ、そうやな、うん、あ、なんかいいねあ、そんなボタンなんや。ああ、ろうそくやお線香の着火に便利。え、こっちやろ、そんなもん、うん、これ立てて置かれへんね。じゃあこれちゃうんか。これ、ね、横出っ張ってるからやっぱこれ、ね、これ便利やねこれ押してみ、なんかめっちゃええで。ああ、押したなる。これ、核兵器のボタンがこれで終わる。終わるな、世界終わる、押したなるこれめっちゃええやん。高齢者はボタンを長く押せないという声がすごかったらしいです、今までライター。そんなそんなにあ、これが力が必要で、うん、はい、これも結構いりますね55高齢者、55高齢者な、ええってそれスキンヘッドカメラさんが北海道でやってるやってた番組。そこには火力調整ダイヤルがございますって。あるけどこれ高齢者には操れない。あ、なんか専用の器具いる、器具いるやっちゃな、これ。え、ガス入れるってこと？ガス、ちょっとして。あ、注入ライター専用ガス。ああ、ガス用や。ガスライターや。ガスあんねや。あ、じゃあずっと使えねや。ずっと使えね、愛着も湧くわ。はい、うん、これいいよ、うん、これごっついいよ。これ置いとこうかな、家に。なあ、それいいよ。灰皿の横置いといたら、なくさんしな。ギオンカケツとか置いといてほしい。ギオンカケツ置いといてほしいな。ええー、なあ、NGK とかな、うん。これ置いてたら嬉しいな。一之助師匠とかこれです似合いだもん。似合うな。あ、これいいっすね。これ持ちやすいし。あ、そらグッドデザイン賞か。はあ、ほうでっか。これ、あ、USB のやつや。君や。充電できてるかな。もういけんちゃうか。これ下にしたら熱いのが出てくるね。おお、じゃあ、もしもしもし。見て見て。おお、車のあれ、あ、消える消える消える、車のあれか。ああ、シガーライターと一緒や。ちょっと吸ってみたいな、これどうなんやろ。あれ結構ちゃんとつくからな。お、つけづらいだけでも電気っていう最大のメリットや。そうよな、こいつは。あ、地震起きても使えるから、物燃やせるからな。まあこれあれイチコロやねんけどなロゴスがイチコロやねんけど、でもずっと使われへんやん。あ、まあまあまあ、使い切りや。じゃあもうこれやな優雅やわ、やっぱり。これガス買わなきゃ。あ、そうか、これは刺すだけ電気いるやないから電気大体あるやん、各家庭にガスもないか。これもすごい、これめっちゃいいなあ、そんなキャップあったんや。そうや、その G ライターは未来のライターとして11年前にだいぶ前に出てたやんちょっと早すぎたんか出すの。だいぶ思い描いてた未来とちゃうな。ニューウェーブリーブリーザーミニ P1、 惜しいやん。あ、 P17 や、17か、16次やな。そうか、エンカロゴスターボブリザ CR、 スタイリッシュなビビットカラーが人気ブリザミニか、持ち運びに便利なミニタイプ。これは何の利点があんのや。持ち運びに便利それやつもう全部こいつが買ってない今ん、全てこいつが買ってる気する。言うかは、まあでもまあな、まあなこれチャッカマンやな。チャッカマンのミニ版。おお、これであれやろ、こうなってあるから下につけやすいんちゃう、こうやって。まあ、俺らだったら1コロやけどなロゴスターもあれだ1コロやで、こんなもん。ああ、これちゃうか、やっぱり一番はホルスター欲しいなもう早打ちロゴスターボ対決よう言えたな今の、なかなかギリギリやったで。アイル LED ライト付きスムージーライトビュー、うーん、スムージーライトビュー、真っ暗な中でもタバコが吸えると。スムージーライトビュー LED 点火ライターの定番モデル。定番モデルなんかあんねや、初めて会いました私 LED ライト好き。あ、そうか、ここあるやつや。あ、これや。あああ、パチ屋に言うあるやつや。あ、
これな。何の意味があるんですか。いや、木でしょ。他に何がいるんですか。ああ、ちょっと。ああ。ダメですよ。大魔神佐々木がやられてたやつ。スタンドから。ああ。ダメです。ああ。踏切みたい。おお、踏切やん。踏切がない場所でも安心や。うん、踏切ができる。おお。あ。おお。何色あんのこれ。すすすす。照らしてくれな見えへん。いやいやいや。これ結構色を裏切ってくるぞ。え、ほんまに？じゃ何色が光ると思う？これは赤。これは黄色。こんなん青に決まってんじゃん。消してみて。おー、ライトセーバーや。おはん、はん。うわー、下や。骸骨シューイ。あ、黄色弱いな。こっち赤か。おー、シスやんけ。赤やな。シスや。シューン、ブン、ピュン、ブ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 ン。あー骸骨色混ぜたらいけんじゃん、安村さん。安村さんじゃあ、アキラさんか。光の…あ、白くない。RGB で。同じ、だから骸骨目標にして。赤やろ。赤、青。オレンジ弱いねんな。弱いな。ちょっと待ってな。これは、これ何色や。これ何色や、小林。緑や、緑や、緑や。いくで。赤、青、緑。緑強いな。あれ白くならへんな、RGB で。緑。あ、でも白いか。骸骨が白いだけな。若干白いか。何が始まんねん。はい、これいいですね。これ全部一緒につけたらどうなんだよ。ちょっと DTP もこれ手伝ってもらっていいですか。骸骨、骸骨でね。骸骨遠いんか。オレンジ弱いから。ああ、そうか。ここにしよう、ここにしよう。あ、普通にこんぐらいだったらなりそうやな。コングラチュレーション。DTP 骸骨遠いからちょっとここ行きましょう。それめっちゃ弱いんじゃん。めっちゃ弱い。赤強いな。ギューってして。おお、白い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 真ん中白いわ。はい。理科。理科やったな。おもろ。これいいっすね。煙照らすやつ。ああ、煙だわ。いいっすか、煙照らさしてもって。赤外線。見えるってやつ。あったあったあった。赤外線じゃないけど。あったな。リモコンの線とか見える言ってな。煙通したら見える。高校の物理でやったな。うん、今ちょっとタバコ持ってへんかって。アホやから出しとったな。出しとったな。何がおもろいな。39やぞ。これいいよ。おいいやん。これ子供の誕生日にええやん。クレーターネオ CR。 おう、知らん。これあれターボライターじゃん、これ弱る。これめっちゃ弱る、ターボライターやろ。あーあー、弱る弱る。これが FP2CR。 急にどうした。急にどうした。迷彩 CR もあるよ。クールなデザインが人気の迷彩ガールライター。 FPC2CR クリア素材とメタル素材がマッチ。おお、ターボじゃないんだよ。確かにマッチしてる、クリア素材とメタル素材が。あかんで。あかんで。何があかんで。いかがでした、ライター。ライターの世界。ライターの世界。いや、よく出てるなぁ思いますけど、うん。やっぱあの、石が一番やな、これが。このタイプが。うん。
俺これが気に入ったけどな。これいいな、それ。まあ、めっちゃ下なるわ。この前じゃゴミやけどな。ロゴスターボに。これすごい、これマジで需要あるわ、多分。これは知らんだけやな、みんな。これで普通のライターさせたらな。最強やな。あ、これ上だけ売ってくれて。あ、うん、それはもうでもバーナーのガスボンベのやつになってまっちゃう。いえ、そのガス弱さしさ、うんうん、あ、手軽でライターだけど最強やねんけどな。これ今やったらこれプッと穴開くんかな。気にはなるけれど。デデンデンデデン。勇気いるな。めっちゃ勇気いるな。怖い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 。容赦容赦容赦。怖い怖い怖い。毒ガス出る。やっぱこれかな。でも普通に普通のやつがいっちゃいいかもな。シャリシャリの埋もれてしまっている。え、グッズを、グッズはえっ、ー、と友康さんのやつだけ回すやつにしようかなと思って、はい、あ、これそう。おお。で他のは普通の。おお。勝ち勝ち。これじゃないんか。これなかなか持ち運びにくいのよ。家用やねんこれ。家用やな。確かにめっちゃ押したがるな。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、相変わらず渋谷の、うん、ええ、タバコ吸えるとこですよ。居心地よくなってきた。居心地よ、いいよな。ここいいよな。なんかよう言われんねん、あそこなペンタか、ここ、うん、ペンタ行ってましたねみたいな、うんうん、すごいなんかそういうとこらしいね、有名な。なんか言わはるよね、みんな。タバコ吸えもんな、うん、やっぱ音楽好きなんですかっていう、やっぱって言ってくるよな。そんなことないのに、すいません。タバコも吸えるし、飯も食べれるんです、ここ。あ、ほうなんですか。はい、なんで飯企画をやりたいと思います。うわ、こなれてんな、なんか丸め込まれたな。なんかな、話の進め方がこなれたな、うん、ネタ2本目行く感じ。こなれてる。俺らとイオリができへんやつや。イオリなんか一回はいって言ってたな。次のネタ行くとき。いきます。はい、そばつゆに合う揚げ物ランキング。もう渡してもくれよなって言ったな。ほんまや、かしこなったね。友康さんの大好物でもある、はい、コロッケそばのように。おお、大好物でございます。そばつゆに合う揚げ物を探しましょう。何でも合うっしょ。おお、ねえ。なんで今揚げ物とそばつゆ用意しましたんで、はい、ぜひしゅませて食べて、しゅませてね、はい、食べてみましょう。な、誰が考えたんですか。こんな企画なかったでしょ。急に急になんかそうやな、 YouTuber っぽいこと。 YouTuber っぽくない、別に。こんな探しましょうなんかなかったよ、今まで。なかったよな。作家が変わったんか。TP 思いついたんですか、これ。僕も好きなんですよ、揚げ物しゅませるの。なんやなんや、テレビマン。なんだなんだ、テレビマン。いや、いいよな。丸亀製麺、うん、丸亀のあのうどんに冷やのぶっかけに、うん、あのかしわ天めっちゃ合うよな。 あ、 あれめっちゃ美味しいもんな。なんかこんなんを探してくんですね。探します。最高やん、探しましょう。やった、いっぱい来てますよ。いっぱい来たな。いっぱい来た。嬉しいな、揚げ物の感じ。あ、ポテトね。おお、ポテト。富士そばがやってたやつや。あ、そう。富士そばがやってバズったやつや、これ。おつ、そば入ってないねんな。そんなことあんねんな。そばと合わしたいんやけどな。うん。いや、関東やね。関東やね。関東や。関東味、うん。いや、コロッケなんか奥パー合うからね。この文化俺あんまないな。あ、そう。これは、これがヒレカツ。ヒレカツ。メンチ、エビ、キャラ揚げでポテト。ポテトは富士そばがやったもんね。ちょっとポテト行ってみようか。案外いける、かき揚げみたいになるって。ポテトはそうなかったな。あ、マジでとんでもないやつが。あ、うまい、うまい。まあ芋やもんな。そば欲しい。あ、そば行きたいな。今買ってきます。え、買ってきてくれてるんですか。嘘やろ。
申し訳ないな偉そうやな麺だけ売ってくれるんですか。どう買ってくる。どう買うの麺を可能なほんまか。どうすんのこれ再生数少なかったら麺まで買ってきてもって走り損。走り損や。そのまま食う。そのまま食うのはうまいな。ポテトっていいよな。しけってもうまいよな。もない？あ、つけた方がいいかもしれん。マジかよ。ようしましてみるわ。ぐじゅぐじゅなってんのうまいからな。揚げたてならそのままかな。あ、ぐじゅぐじゅめっちゃおいしいわ。小林ぐじゅぐじゅや。ぐじゅぐじゅ。ちょっとぐじゅぐじゅしてみ。もう二声、もう二声。もう二声。あーな、ぐじゅぐじゅや。ぐじゅぐじゅや。これええな。これめっちゃおいしいやん。これめっちゃおいしいけど、子供やったらしばくな。なんか分からんけど。はしたない。やめなさい。うん、あ、おいしいな。めっちゃおいしいやん。ポテトありっすね。ありやな。うん。麺みたいにいっちゃったらいいんじゃないですか、もう何本も。何バカみたいなこと言ってんすか。これだから関東の男は。いやガチッとね。でもかき揚げみたいなねえ。かき揚げだ。あなたはかき揚げだ。かき揚げだ。アナル触られたか。ドライのうドライドライ。かき揚げや。あ、かき揚げ、うまっ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいな。ありやな。めちゃくちゃ美味しいよ、これ。これ全高校の学食でやるべきやな。え、これ富士そばドカッと乗ってる。ドカッと乗ったらしい。へえ、めっちゃ美味しい。どこのポテトが一番合うかもやりたいな。ケンタッキーとかモスとか。まあでも細ポテトじゃないと。って思ってたよ俺ら。ポテトなんてやったから。そうか。そうやね。全然覆してくんのよ概念。おー、うん、コロッケもそういうことか。あ、シャーロな。コロッケちょっと言ってみれば。いっちゃいますか。これを固めたやつか。あ、シャーロね。シャーシャーシャーコロッケしました。コロッケのそば美味しいね。好きやわ。そのまま食おう。ちょっとやめなよ。いや、二度とそのままに戻られへん。俺ハーフで言ってるから。あ、うまっ。あ、美味しいな。お蕎麦行きてあ、これを求めてたんか。そうそう、これと蕎麦、これ安い味。あ、おぎに、ごめんね。あざす。あ、これめっちゃ美味しい。ありですな。ありやろ。めっちゃ好きやわ、これ。この前、小田さんと喋ってた、おいでやすの。うん、全然最近飯食わんくて時間がなかった今日、うん、もうあっこのそこそこの蕎麦屋でさ、うん、美味しくない蕎麦食って言って、うん、ああそうなんすか言うてんけど、俺もその店行っててさ、なんて俺コロッケ蕎麦食ってそこでめちゃめちゃテンション上がっててよう言わんかったわ。これうまいっすよっていうの。うん、いいよなこの安い味。これいいな。これめっちゃいいやろ。でここに蕎麦ぶっ込んだら最高やねん。つまんな。食っちゃった。つまんな。食っちゃった。つまんな。足残そうも出るけど食っちゃうねこれは。うまいな。うん。めっちゃ美味しいよな。うん。え、どれ行く？メンチ、ヒレカツ、エビなんかもう合うに決まってあるもんな。まあそうやな。うん。唐揚げを疑ってるな。ああ、確かに。唐揚げそばなんか聞いたことないな、うん、ゲビタル食いもんやもんね。うん、ゲビタ飯。ゲビタ飯やで。下劣な飯やからな。ドラ唐揚げいくか。どうでしょう、ちょっとプレーン行ってみようか。まずはお前の。うん、ゲビてない。ゲビてないな。生姜が効いとる。ほんならデリカチャオではない。うん。正解。行ってみましょう。
ちょっと銃付けの方が良さそうやな。放置、うん、ちょっとくぐらして。あ、でも唐揚げうどんとかあるもんな。あれ鶏天か。唐揚げうどんある。鶏天うどんか。鶏天はまあまあ、まあ、唐揚げじゃないんか。あ、でも鶏天あるならいけんの。そうよな、柏と相性はいいはずやで。うん、別々と変わらん。お互いが美味しい。手は組み合ってないけど、うん、1たす1が2や、うん、もうちょい倍増する思ってんけどな。、うん、これはそばなしでええな。折ってもええけど。折ってもええけど別にやな。どっちでもいいよ君って感じや。ちょっとえ、アジフライか。アジフライはうまいよ。アジフライなんかどう、生臭いんちゃうの。アジフライ生臭いと思ったことないけど。ほんま、アジフライはいいでしょう。アジフライそばなんか聞いたことないで。でも聞いたことはないけど。あ、プレーンが。まだ側上の方生きてる。どない。あ、うまい。うまい、うん、それもそうやな。アジ、あ、麺が来ましたか。どうやって手に入れたんですか、麺だけって。なるほど、なるほど。あったか。あったか、あったけえそばだ。かき揚げ乗ってるやん。かき揚げ乗ってるな。これの味が似てたら。ああ。なに？関東。うわ、色濃いな。うわ、関東やな。色濃いね。うん、うまいうまい、うん、うん、美味しいね。うまい、うん、よっしゃ、じゃあちょっと、うん、沈みアジフライを。うわ、ジュクジュクやんかいさ。どない？一番な気がする。え、マジかよ。お芋より？うん、うん、すごい、うん、え、ちゃん漬け？どっぷりがいい？どっぷりでいいと思う。こいつ味がないから。あ、そもそも味ないことはないんやけどな。あの、調味料はない気がする。うん、ちゃん漬けして。あ、だから天つゆで食ってる感じやね、もう。あー、なるほどね。まあ、しゃあやもんな。ほったら、ほったら、ほったら。あー、美味しいな。うん、確かに美味しい。美味しいですね。一番かよ、もえ、コロッケ。うん、これ一番。あ、でもそばとも相性めっちゃいいな。うん、そば、うん、の相性抜群やん。あー、今回な。え、めっちゃ美味しいわ。そばと相性いいですね、あなた。そうですかいな。うん、アジフライ、アジの天ぷらよりいいのかっていうとこやな。確かに、これはあるかも。うん、でもこのかき揚げは。うまい。あ、うまいよな、あんた。いや、アジは、アジフライだいぶありやな。うん、これめちゃくちゃうまいわ。まあ合わんわけないもんな。まあそうやな。うん、疑わしいのはヒレカツかな。ヒレカツはちょっとバカやな。うん、メンチカツは合うでしょ。うん、どうやろう。ポロポロ、あ、骨出てくるからね、ダメですね。あ、うん。えらい骨多いな。ギリ、ギリ飲める骨やで。そのギリ飲める骨で何回俺らは後悔した。マジであるわ。うん、8日間詰まってたとか。骨なんかそれ、ポリープとかちゃうの。加藤座の後の打ち上げから。うん、これはいい、これはいいね。
どうでしょう。エビはまあもう。エビはもう絶対うまいもん。こんなもん。もうつけどこもエビは美味しいんだから。知ってるよ。フレンいる？うん。フレンいるかな。ラジオ。久しぶりやろ。あ、お久しぶりです。お久しぶりですよ、ほら。お世話になってます。エビはうっしょん。うん、マジで何でもない、これ普通に合うよ、めちゃくちゃエビ強いな。うん、もう普通に美味しいわ、エビは。天でもフライでもどっちでも合うな、こんなもん。えよくなんなじあ、全部いってる。うわ、こわこいつ全部食うてるやん。尻尾食う派。尻尾食う派やねんな、あんた。もう付き合い20年ぐらいあるけど毎回びっくりしてるわ毎回尻尾食うのに。最近逆から食おうってなりだしたけど美味しくないとこ先に最後尻尾はちょっとってなってきて、うん、締めはな、こいつから行けばいいんやってな。うん、さあメンチなんかいけんのかな。メンチはいけんちゃう。ポロポロこぼれそうやけど。ああ、そうなんやろ。メンチはいいと思うけどな。あ、ん？素朴。のない？学校帰りの味や。一番うまいやん、ほな。一番うまいやん、ほなって。なあ。集中させてくれ。何やこいつ。一覧で撮らせてくれ。うわ。集中システムあれ、おにごり唐揚げタイプやな。あー、わがわが、うん、なんかどっちでもいい。わがわがですね、うん、にいな合わさらんでいい。うん、ただ麺をすすることによって1たす1は6。えマジで嘘つけつけときたいな。いや違うな、メンチが一番違う気がする。あ、ほんま、この子ちゃう。うん、胡椒効いてんのかな、こいつ自身に。なるほどなるほど。あ、ほんまやな。うん、ちょっと胡椒効きすぎやな、このメンチ、うん、中華そばとかになら。うん、ピラフとかな。うんうん、うん、メンチはマジで違うな。メンチ違うな。これはマジで違うわ。大外れやわ。だいぶ違うな。ヒレカツ絶対違うやん。じゃあ、いや、分からへんよ。ポテトがあるから。あ、全然こいつが覆してくれたから。そうやな。うん、ムハメドアリよ、こいつは。世界びっくりさせたからそんな偉大やったんか、ポテト。あ、メンチマジで違うわ。ちょっと横置いたろ。普通に腹いっぱいになってきた。これこう不利やな。いやいやいや、後半組ヒレカツ。ヒレカツね、行こう。どげんどげん、いけそうな気がする。マジか。なんかなんだかいけそうな気がする。ががない。うん。染まってくれる感じ。染まってくれる感じするこいつ。うん。3位。え。周り？周り系？あるよ、あり。あ、そう、一回こっち行ってね。はいはいはい。え、熟熟の方がいい、これ。うん、熟熟の方がいい。熟熟の方がいいか。あの、卵入れ前のカツ丼。おー、ほう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 。まあ、確かにそうやもんな。だし、うん、やから。よしよし、もうええやろ。うん、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 うん。
カツ丼やな。カツ丼やろ、うん、普通にカツ丼やわ。よく考えたらカツ丼になるか。ほやほや、おだしやもんな。これは合うわ。うん、あ、これはこれは普通に美味しいわ、うん、うん、お米がそばになっただけやもんな。うん、うん、あ、これ全然美味しいやん。もう卵でとじたいね。とじたいな、うん、カツとじそばなんかでもないね。聞いてますか、富士そばさん。やってそうやけどな。富士そばないですよ。やってそうやけどな、富士そばやったら。やってそうやな、うん、美味しいね、これは普通に。うん、うん、お腹大きすぎたな。うん、うん、やってました。え、やってます。カツとじそば。あ、やっぱりやってんのよ。やってんのか。あー、やってる。うわー、を食ってる今俺らは。卵抜き。いや、ちょっとこれ言っときたいな、一回ちゃんとお蕎麦と。お蕎麦がもうない。クソ、なんか漬物いく感じでポテト入れれんねん。いいね、なんか。うん、あ、合うね。うん、フライドポテト合うな。それ偉大やな。よう発想が出た。よう言ったよな、うん、マジでむっちゃアホの天才なんやろな。ミスかな。富士そばでポテトなんかあったか。でもなんかあのマクド買ってきて、うん、バイトの子が休憩中に、うん、あの横でそば食べてた人のとこにポテトが入っちゃって、うんうん、お前なんてことすんだよ、で、うん、もうしょうがねえな、お前とんでもないもん作ったかもしれないっていう流れじゃない。いや、富士そばの店員はマグロ食わんと思うけどな。食わんか、うん、食うやろ。みんなおっちゃんとおばちゃんしかおらんから。そうか、うん、あ、お腹大きなすぎだな、うん、うわ、全部食うてる、すごい。すごい男や。やっぱいっぱい飯食えるやつって、うん、ちょっとおーって思うな。おー、いいなって思うわ。いいなって思うやん、うん、お前めっちゃ食うやろ。いや、わし食われんわ、本気出した時。いや、そんなことない、もう。たまに、たまにコロラドで狂ったように食うてる。ある、ある、たまにな、胃袋バグる日あるけど。今日お腹大きいな。さあこれどれ1位や、マジで。いや、これほんま悔しいわ。何？エビや。エビか、エビか。エビじゃない。わしポテトだいぶやけどな。あ、フライドポテト、マジでだいぶやったわ。それなんか技術点というかさ、うん、受けはエビじゃない。まあまあ、こんなもん万人が好きなもんやからさ。、うん、結局エビ。いや、エビより俺でもコロッケやな。ああ、そう。あ、コロッケでもだいぶ良かった。最下位はない、ね、一緒やと思うけど。メンチやろ。メンチやな。下からいくとメンチ唐揚げ。唐揚げやな、うん、メンチ唐揚げ。こっからがね、もうなかなか非常にレベルの高い大会でした。俺アジとヒレカツが今戦ってるわ、うん、え、その、え、下から3番目ってこと。 どっちがいくかっていう。あ、そう。あ、でもそうか、アジかヒレカツやな。でもびっくり度のなさで言ったらヒレカツかな。もうヒレカツやな。アジとヒレカツやったらヒレカツが下や。ヒレカツやな、うん、で、アジか。アジだいぶ上位やった。俺アジ2位まで押し上げたいな。1位はお前の、エビお前の1位はエビ。エビ、うん、アジ、うん、あ、だいぶやん。コロッケ、ポテト、おヒレカツ。ヒレカツ、はぁはぁはぁ。で、唐揚げ、メンチ。メンチか、あー。足1位でもポテトかもな。驚き具合もあるし。驚き具合はだいぶあるよ。驚き具合を評価するかってことやな。なんか話聞いてたやん、ポテト入りのがある。あ、俺それ今日初見なんよ。あ、ほんま、うん、ちょっとバッと話聞いてたよ。俺耳には入ってて、またむちゃくちゃしやがってっていう。関東のやつはよっていう。いや、美味しい。めっちゃ美味しいな。合うもん。いや、でもコロッケかな。足コロッケ好きやね。コロッケ、コロッケ、ポテト、あー、どっちか。
いもいもしいな。お前もエビとアジじゃないか、お前も。うおおしかったやろ。海の男とアイダホの男。出会うことのなかった2人が。何にも始まらんわ。え、エビをどこに入れるかやな。エビだいぶうまない。いや、うまい。エビがうまいだけか。エビはなんかもうな。そうか。あ、コロッケ、ポテト、うん、アジ、エビ。あー、アジ買った。アジ、エビ。ジャイアントキリングやん。ヒレカツ。ヒレカツこんな下でいいんか。そうやね。だからその辺も競ってんねんな。ヒレカツこんな下なわけないぞ。エビを下げるか。エビはなんかこの大会に出るべきではなかった。そうやね、もう。そうやね。なんかおめえ食うとこじゃないよ。おめえ食うとこじゃねえ。意味分かってんだろ。テストモさんってことこれ。いや、すごいねんけど、こいつエビはどうしよう。しょうがないな。でもなんか、うん、大人げない。芸歴30年結成8年で M1 出てきたみたいな。ああ、そうよな。なんかバンってやられた感じよな。うん、そうやけど違うでっていう。そりゃそうなるやろっていう。まあ、そうやな、うん、エビをどこに入れるかやな。でもうまかってんな。お前はエビ2位にしてるもんな。いや、エビ1位。1位か。おい、じゃあエビを、ヒレカツエビにするわ。おお、エビだいぶ落ちてったな。もうちょっと違うわ、エビは。あ、コロッケ、ポテト、うん、アジ、アジ、アジ、ヒレカツ、エビで、唐揚げメンチ。ああ誰が興味あんねん。俺らのメンチがかわいそうになってきたわ。メンチは違うわ。メンチはお米といきたいわ、あれは。うん、金属マットです。お願いします。いやね、うん、しかしあれやね。何じゃい。痴漢あかんね。痴漢あかん。うん、まあ痴漢あかんわ。痴漢あかん。うん、痴漢あかん。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 ルール決めよう。せやな。わけわからへんな。うん、盛り上がらねえから。せや、わけわからへんわ。わからんままやってるから。うん、ちょっとな、痴漢がややこしいから、はあ、こうと呼ぶことにしよう。え？で、あかんがややこしいから、はあ、おつと呼ぶことにしようか。ややこしいってそっちの方が。こうとおつが連なったとき、まあ言うたらうまいこと言ったときな。うまいもんやから、おでんと呼ぶ。ちょっと待って、おい。おい、ちょっと、おい、おつがおでんと呼ぶ。ちょっとわけわからへんって、おい。ややこしなってんの、お前の方が。え？なんかおでんの契約書書いてるみたいになってるわ。そう、わけわからへんわ、お前。あ、そう？せやで、お前。いや、とにかく痴漢はあかんのよ。痴漢あかん。ほんまに痴漢あかん。ほんまに痴漢あかん。痴漢あかん。うん。あ、ちょっと待って。え？痴漢あかん。めっちゃ早ない。痴漢あかん。いや、そんな早ないけど。いっちゃ早いやろ、俺。いや、俺の方が早いんちゃう？マジで？うん。言うてみて。タン！早っ！お、早いな、お前。はい、ゼロ言ってそのガンやん。そんなあれやったら、お前、チャンってほら。いや、それはチャンって言うてる。いや、お前ガンやんけ。俺はちゃんと言うてる。何？タン！チャン！ルール決めよう。言えても、おい、ルールええって。ルールな、ルールええねんて。まず、ガンが、ややこしいため、ややこしいアルファと呼ぶことにします。ややこしいって。が、ややこしいため、ベータと呼ぶことにします。ええって、お前。アルファとベータが連なった時のことをガンマと呼ぶ。もう訳分からへんの、ね、やめてくれ、お前。ややこ反応みたいなこと言ってるやん。なんやねん、お前。え？ちゃうから、もう時間もあらんねんで、これ。あ、そうな。漫才の段取りもあるし、これ。な、言わなあかんこと3つあんのよ、あんた。あ、3つあんの？せやで、あんた。あ、そうなの。まあまあ、とにかくさ、うん、痴漢はあかんのよ。痴漢はあかんな。うん、現状さ、うん、痴漢し放題みたいになってるからさ、うい、もう警察としては、うん、もう絶対に負けられない戦いとして挑んでほしいよな。うい、うん、これはあくまで個人の感想やけど。マジシャンか、ウイスター。金属バットで。はい、はい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 。いやいや。どうも金属バットです。お願いします。どうも。いやいやいや。ありがとうございます。いや。いやいやいや、ちょっとね、へいへい、俺あのこの前さ、はい、あの相席居酒屋ってとこにさ行ってきてさ、うわ、うん、だっさお前、おい、あんなとこ行くな、お前、ええやん別に、あのもう若い兄ちゃんとか姉ちゃんが行くとかやね。あ、そう、わしらみたいなおっさんが行ったらあかんのよ、お前。いや、じゃあもう行ってもうたよな。行ったんかいな、うん、だっさやっちゃで。で行ったらさ、うん、お前のおかんおったよ。最悪やんけ、お前、おい、おい、おったもん。今言わんでええやろ、お前裏で言えや。おい、電気の力でみんなに聞こえてんねん、これ、おい。
なんかお前のおかんがさ気まずいか知らんけど俺に説教してきてさ、あがくなよおかん。ちょっと小林くん、あんたこんなとこ来ちゃダメよ。おかんもじゃまともな恋愛をしなさい。やめろやおかん。おい、いやでもお母さん今日綺麗っすね。あ、やめてそれお前。おいやめてやめて、綺麗っすよ一番。やめてそういうので、お前のおかんからかってたらさ、からかうな、うちのおかんを。さすがにお前のおとんが止めに来て。夫婦できてるやんけ。おい最悪やんけ。でせっかく集まったからみんなで飲みましょうってなってさ、ちゃっちゃかいねえや。ほらほな、お前の親戚がドリンク頼んでくれて。一族できてるやんけ。おい相席居酒屋一族できてるやん。いやでもお前の家族みんな仲ええな。あれ普通やで。いやなんかみんなお揃いの服着てたよ。そんなユニフォームみたいのないよ。いや着てた着てた。あれ、え、何着てたん？みんな黒のスーツで決めてた。法事やんけお前。おい、あ、法事か。最悪や、相席居酒屋で法事してるやんけ。あ、そうなんか。なんやねん、メンバー抜けたから新メンバー足しに来てるやんけ。あんなとこで足すなよ。ほんならさ、隣の席でさ、黒ギャルが一人で座ってて。嘘やろ。ほんならお前のおとんが声かけててさ。最悪やんけお前、俺おとんとタイプバチかぶるやんけ。いや君黒いね。黒いってことは君も法事かい？おもんな、なわけないやろお前。いや君を見てるとね、僕の股間電波が法事並みにビンビンでございますよ。おい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 。いやでもね、今日はうちの Wi-Fi が来てるから君は県外なんだ。最悪やんけお前。おい、え、お前おとん下ネタの地形バキバキやんけ。すごかったんやから。あれ、おかんなんか言えよ。古今東西流したやんけ。おい、黒ギャルといえばガチャバ。そんなことないってお前。え、おかんブチ切れて変な偏見言うてるやん。でもおかん相当怒ってたんやと思う。なあ、ほんなおかんと黒ギャルがバチバチなりかけて。うわ、おかんのそんな見たないわ。ほんなさすがに店員さんが当面に来てくれてさ。あ、よかった店員さんまとめて。ちょっとちょっと、うちそういう店じゃないんで。そもそもどういう店やねんな。うちの店では、まず服脱いでもらって。服脱ぐので、この石斧持ってもらって。え、でマンモス退治してもらいますね。最悪や。え、相席居酒屋ちゃうやんけ。え、それ愛してるぜ石器時代居酒屋やんけお前。あれ俺言うてなかったっけ。言うてないよ。いや俺最初愛してるで石器時代居酒屋行ったって言うたよ。言うてない、お前略して愛石居酒屋って言ってたやんけ。あ、俺略してもてたんか。せやでお前、愛してるで石器時代居酒屋行ったやんたら、愛してるで石器時代居酒屋行ったって言わんと、愛してるで石器時代居酒屋行ったら分からへんやないかいな。まあまあそらそうやな。シャーロー、じゃあ今後は愛してるで石器時代居酒屋行った時、愛石居酒屋って略さんと、愛してるで石器時代居酒屋行ったって伝わるように、愛してるで石器時代居酒屋行ったって言うわな。どういうこと。いやいや、だから今後は愛してる石器時代居酒屋行った時、愛石居酒屋って略さんと、愛してる石器時代居酒屋行ったって伝わるように、愛してる石器時代居酒屋。おい、ちょっと待ってくれ。おい、最悪や。え、俺法事呼ばれてへんやんけ。うまいな。よっしゃー、ありがとうございます。はい、くいしょ。いえ、どうも金属バットです。お願いします。どうもどうも、ありがとうございます。いや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 、俺さ、へーへーへー、ちょっと不倫してんのよ。アホかお前。おいアホなんか俺お前。おい、いや、やったかやろんな。してるからさ、ヘラヘラすんなお前。おい、やったかやろお前。あかんのはもちろん分かってるよ。分かってるんけ俺。分かってる分かってる。あれってどんなやっちゃねんな。あえて小学校の先生でさ。うわお前もう、そんなんとどこで出会ってんな。俺が小学生の時の担任の先生なんやけど。 あおばあちゃんやお前。おばあちゃんとか言うなよお前。年齢的におばあでしたろ。いや失礼やろお前。何がいいな。女性に年齢関係ないやろ。お、あ、確かに申し訳ない、失礼。確かに申し訳ない。まあまあ確かにお年雨してはんねんけどさ、その年齢を感じさせないぐらい、はあ、お召し物が艶やかなよな。ババアやないけお前。おい、やっぱババアやんけ。何がいいな。お前ババア褒める専門用語全部使ったやんけ。わし高島やってたんか思うと。そんなん言うなよお前。仲良やってんやからさ。仲良やってって何やってんのあんた。いやこの前もさ、はあ、その先生と初めて出会った記念日があってさ。ね、入学式け。でその時2人でさ お寺行って、おい、で寺の入り口にある、はあ、こう水を掛け合って、あ、開きまへんだあんた、あれちゃいますね。そういうギミックになっちゃうねあれ。でそっから2人で買い物行ってさ。ほんかいな。で俺もう何でも好きなもん買ってあげるよって言うたんよ。えらい気前えな自分。まあまあ記念日やったからさ。入学式なそれな。ほんな先生がさ、私が欲しいものはお金で買えるものじゃないのって。どういうこと。なんか俺の目をじっと見つめてきてさ。あら先生、ねえ、なんか膝の軟骨が欲しい。あ、そっちかいなお前。さすがに軟骨使われへんわ。むちゃ言うたあきまへんわ。ほんな先生がさ、はん、もう俺にプレゼント用意してくれてて。何。なんか俺の名前入りのパワーストーンを用意してくれてて。あら、えらいキャイらしい。やろ名前入り。いいやろ。あんた小林圭介って名前からなんや、圭介って書いてるパワーストーンかいな。いや小林家って書いてたの。破壊しちゃうんけそれ。おい破壊
い石じゃないけどな。これ手につけるような石？でっかい四角やった。破壊石やないかお前おい。あれパワーストーンちゃうねん。嘘。パワーなくなったやつが使うストーンやお前。そうなん。最後の石ですよあれ。えぐい間違いしてるやん。でそっから二人でさ、うん、先生の家行ってさ。え不倫やろお前。そうよ。いかついな。で部屋でな。うん、まあまあ二人っきりやんか。うん、まあだんだんいい雰囲気になってくるやんか。え。ほんな先生がさ、うん、そろそろ欲しくない。えらいこちゃん、あららら、えらいこちゃん。あらー。でそっからさ、はあ、吹き焚いてくれてさ。おもろないの、これ、ハゲ、おい。最後、マジでうまくて、あれ。眠たいこと言うな、ボケ、こら、おい。え大人やろ、不倫やろ。いや、そうよ。なんちゃ、こう、体を触るような著名いこと、お前。そういうのが聞きたいの。当たり前やんけ、お前。それもちろんあるよ、よいしょ、言え。肩もんであげてさ孫やんけおい。えあんた孫みたいなことしてるやんけ。何がなんかないんけそっから。いやそっから先生がさ、うん、漫画買うたあかんよ言うて、えで図書券もらって、おいで家帰ったよな。お前はよ不倫せえやおい。え全然せえやんけ不倫。おいはよせえよ。お前不倫したあかん言うてなかったっけ。わしも下品な生きたい耳なってんねんおい。そんな頼むわ、なんかくれよお前、やれよ。いや不倫してるやんか。どこがやねんお前、寺行って吹き食うて肩もんで、お前こんなもん不倫ちゃうやん、家族やんけお前。ありがとうな。ありがとうないないねん。どうしてんちゃうのお前。やっぱ不倫ってあかんやんか。もうかまへんのやないこれ。だから俺ちょっと前々から考えてることがあってさ。なや、養子なんのけ。いやじゃなくてさ、はあ、どうしようかな。なんや、結論だけ言おうか。はあ、先生をさ、はあ、俺ら金属バットに加入させようと思って。あ、いややってお前、おい、いややって。いいよ、いややって。いや先生吹き焚いてくれる。いらんわ吹きなんかお前、いやじゃ。じゃあ分かった、はあ、旦那さんも入れようか。なんでそんなことなんねんって。いらんてダブルで。これが一番平和に収まんねん。何が平和に収まんねん。おい、なんでジジイとババとハゲとロンギで漫才せなあかんねんお前。いややって。いや旦那さんめっちゃ喋れる人よ。喋ったことあんねや。あるあるある。おもろいの。全然おもんない。ほなあかんやんけお前、おい、なんでダラダラ喋るジジイと吹きたくババ入れなあかんねんお前。いらんわ、いかへんて。でちょっとほんま申し訳ないんやけどさ。あんたもうどれが申し訳ないねんな。正式に加入させる日を、うん、俺と先生が初めて出会った記念日にしていいかな。なんや、入学式なんか4月け。それは9月1日なんやけどさ。あんた転校生やったよね。どうも金属バットです。お願いします。さ、はい、今日ちょっとええこと教えたら思ってさ。うわ、なに。国金で金を借りて、ほう、返さんでいい方法。合法。合法。あっつ、何それ。おい、何やそれ。聞きたい。聞きたいな、すげえな。何それ。む、捕まれへんの。捕まれへん、捕まれへん。今んとこな。今んとこ、うん、ダッシュでパクったかまへんねや。大丈夫。あっつ、何それ。聞きたいな。もう一個教えよう思ってることあんねんけど。何と、今日はどっちかだけ教えよう思って。時間の尺的に、うん、いや国金でいけるな、うん、もう一個何。もう一個マナカナの見分け方なんやけど。そっちやな。そっち聞きたいわ。こっちでいい。もう国旗いらんわ。国旗いい。ああ、それ聞きたいわ。ほんまに。うん。真中の見分け方じゃあ教えるわ。うん、無理やろあんな。まあまあ無理や言われてたやん。ほう。うん。みんなもう学者たちはもうプラーンってサジ投げたやん。ちゃんと。うん。ほんまにサジ投げんの。ほんまにサジ投げてた。へえ。もうでも俺見っけてん。何。マナにはないんやけど。ほう。カナのこの辺に。ほう。ちっちゃい顕微鏡でみんなわからんほくろついてんのよ。え？うん。顕微鏡で見なかんの。顕微鏡で見なわからん心がついてんの。肉眼じゃ無理な。肉眼じゃ無理やねん。意味ないやないこんなもん。いやでもあれやねん。なんやねん。中身が全然違うんよ。喋りゃわかんねや。うん、喋ればわかる。ああ教えてよ。マナは、はあ、料理が得意なんよ。いいね。うん、ああ女な。料理できる女はええ女やから。ええ女やね。でカナはさ、うん、料理せえへんのよ。クソやな。ああクソやわ。料理できる女はクソや。っていうのもあれなんよ。なんや。カナは、うん、料理みたいなもんは、うん、下僕がやるもんって言う。ほんまにクソやんけお前。おい教育を受けてガチモンのクソやないけ。じゃあ別にしょうがない。カナが悪いわけじゃない。ほう。でもマナはさ、はあ、字が綺麗なんよ。字綺麗な女はね、心が綺麗、うん、決まったんね。うん。でカナはさ、うん、文字が書かれへんの。モンモーなあいつ、うん、21世紀やで。モンモー。いやでもそれはカナが悪いわけじゃなくて。何がいいの。教育が悪い。どんな教育やねんお前、さっきからお前。え二十歳超えてんだよ、わかんねえ。学べよお前。いやもうしょうがないの。ほう。でマナは趣味がさ、ほう、油絵とか。あら。うん。でフルートとかやねん。ああ優雅やね、よろしおまんがな。ほう。でカナはさ、うん、ボート一本で。爆死なんけおい。ええ女がボート一本でやらせてもらって。爆死一本なんかお前、クソやないけ。でさ、マナのさ、好きな男性のタイプがさ、ほう、細マッチョがいいです。いやー、キャラしいの。あ、でも、でも優しかったらいいです。いやー、キャラいいしな。キャラしい。キャラいいしな。で、カナの好きなタイプがさ、うん、もうちょっと人間では満足できんくてさ。え
なんか馬行っとんやん。中間だっけ、おい。大丈夫っけ、お前。馬行ってんねん。太さで。太さで問題で。太さで行ってんねん、馬の問題。馬行っててんけど、最近はそれ馬もやめて。何や。車のハマーのマフラー突っ込んでる。どうなってんねん、おい。おい。映画カーズの AV やんけ、そんなお前。カーズの世界の AV や、それは。カーズの世界の AV や。多分、カーズの世界の循環 AV や、それは。カーズの世界での循環 AV や。それやわ。そうか。もうマナをさ、何やろな、4文字熟語で例えると、何やろな、日露戦争？え？うん、日露戦争ちゃうわ。何や？言うてもてるわ。おい、おいおい、言うてもてる。おばちゃん、おい。で、マナを4文字熟語で例えると、うん、まあ何やろ、彩色兼備？ええかな、うん。月下美人とか。月下美人とか。うい、文武両道。文武両道。いいですね。よろしおまんがな。で、カナを4文字熟語で例えると、聞いたよ。ここで日露戦争が来たでばーん。日露戦争。日露戦争。おもろいで、2回目やからな、おもろいの。おい。いけいけ。日清戦争。出たよ、戦やで、おい。で、ベトナム戦争。来たね、4文字でもないね、いいね、おい。重心サンダーライフ。レース落ちちゃったよ、おい。面白いじゃない。ハマーザジャック。それ何よ。ハマー行ってるからよ、これ。とかになってくんのよな。なってくんのかいな。うん。うん、でも、こんなカナにもいいとこは一個あんねん。あるんけ、お前。あんねん。ボロボロやないけ。あんのよ。何？もうマナに比べてちょっとだけ巨乳やねん。おぱいかよ、お前。うん、今更父なんかどうでもええわ、お前。ただ、マナは、そんなもんに負けへんぐらいのテクニックも。あ、もういいです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも、金属バットです。どうも。どうも。あー。小林で金属バットですわね。あ、ごめんなさい、一つちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ、何？はい、私、はい、小林さんじゃないんです。あれあれ、勝利になった、はい、お前読み、そういうことじゃなくて。何？お面白いこと言いますね。もう一回言って。え、もう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。なくて、何、小林さんじゃないんです、私。はい、小林じゃない、何言ってんのお前。この前ですね、ああ小林さんと神社でこうね、うん、こうバランってぶつかっちゃって、うん、で、階段をこうコロコロコローってこう転がり落ちちゃって、で、入れ替わっちゃったんですね。だから私、小林さんじゃないんです。え、わかります？いや、え、小林じゃんだって。いや、違うんですよ、この前ね、神社で聞いたよ、聞いてんの、バーンってなって、聞いてるコロコロコロってなって、こう入れ替わっちゃった、分かったって、魂がって言った方がいいですか。いや、何でもええよ、一緒やって。小林やん、お前何言ってんのよ。いや、違うんですよ、それが。小林やないか、いや、本当に違うんです。お前あれやろ、好きな食べ物麻婆豆腐やろ。いや、違いますね。え、揚げたこ焼きです。え、はい、小林じゃないかもしれんな。違うでしょ。違うんですよ、本当に。え、好きな漫画何？好きな漫画、私ワンピースが好き。ああ、違うな、はい、ストッパーブスじまいもんな、お前。あれ？だから違うんです。ええよな、本当に違うんです。お前の好きな製図道具何？製図道具って何ですか？え、雲型定規やろ、お前。どうした、お前。あれ？え？え？どういうことですか？キャドあるある1個言って。キャドあるある、キャドあるある。あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな、小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれ、いや、違います。小林さんじゃないんですよ、本当に。本当なんです。誰じゃあんた。はじめまして、うん、ミスチルのベースです。誰やねんお前。おい、誰じゃ。え、で、ミスチルのベースキャドできんのかい。ミスチル、え、知ってるでしょ、ミスチル。ミスチルは知ってる。スターチルドレン、うん、そのベース、ベース、ほら、おったん、ベース。いや、いますよ。あれ、桜井ピンちゃうの、あれ。桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィやないかい、言うとりますけども。何それ。え、何それ。私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はい、お笑いなめんなよ、お前。いや、こういうのじゃないんですか。なめんな、お笑い。違うんですか。なんだお前。え、ミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって、小林さんと。だるいな。ダメですか。なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。あ、そんな簡単な話じゃないんですよ、もう。何がいいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあ、でも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで、うん。
あのスピッツのベースと入れ替わって誰やねんってお前誰や誰やねんでしょお前もやねんそれは地味なんですよお前もやって誰やねんおいミスチルミスチル一緒じゃ格上格上一緒やねんどっちも愛されてるけど何ですか誰やねんおったんかいなそれもおるそらいるでしょおった知らんかったピンや思ったあれも入れ替わっちゃってるんですよそいつ見っけてきて、はい、その3人でゴロゴロってひっくり返したらまた戻んのいやそんな簡単な話じゃないんですよもう何が起きてんねん今そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃってなんでベースばっかやねんおいみんなで神社でここなんなベースってみんな悩んでんの悩んでるでしょそれはそうな地味なんですからお前も直せやなああどこのベースと入れ替わった今度はあの TOKIO のベースと入れ替わったもうらんねんお前おい TOKIO にベースはもうらんねやいないんですか今へんねや TOKIO にえなんでバンドでしょバンドだったらベースはいるんじゃない、まあちょっとないないんですかなんでいないんですか、まあ、なんかあんのちょっとまあなんでいないんですかじゃあ、まあまあまあななんでいないんですかまあまあなんですか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 ダブルなんですかほんまに今ちょっと刑務所入ったんね刑務所入ったえ刑務所入った刑務所入った刑務所入った刑務所入ってるんですか異例の即日死刑やったかなえ死刑なんですか異例の確か即日死刑やったと思う死刑なんですか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 ダブル死刑なんですかほんまに何ですか何ですかこれは本当にえそうかじゃもう分かっちゃったんですよあかんなダメですかうん刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないなあ一緒にやりましょうだからできんのお前お笑いなんかいや俺できますよさっき見たでしょ不安しかないよお前僕いろいろ見てきて勉強してきたんであお笑い勉強してんの、はい、あんまかいなやりましょうだから一緒にじゃからないきなり広島弁を一緒にやりましょうやってみようかほら、はい、やりましょうはいはいどうも金属バッテリーですお願いします僕ね、はい、芸人なんですけど、はいこう見えまして、はい、合コンに行ったことがなくてあ珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことないほらせっかくやからここでやらせてもらおうか、はい、あやらせてもらえますか上手やね行こう、はい、行きましょうかじゃあまずは乾杯しようか、うんはいビールでいいビールの人1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,156,167,168,119,120,121,122,
え、どっちパクってんねんお前。東京ホテルはタケルをパクるんやお前。なんで翔吾パクんねんお前。あれ僕翔吾さんばっかり見てます。翔吾なんかパク、タケルはパクんねん。東京ホテイソンで受けよう思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんですか。画面の半分画用紙で隠して翔吾さんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんよ。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるんやかんねん。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや町コンの規模完璧やろでした。あ、完璧やね。やっぱりですか。そっちをパクんねん。そっちをパクるんだ。あ、やっちゃいね。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺苦手。それできへんから。あ、そうですか。ちょっときついわ。そうですか。俺あんなツッコミ寄せへんで。そうなんです。あれむずいからわかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他は勉強してんの。見ました見ました。あ、何見てんの他。サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん。あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おいできてましたよね。あきまへん、今できてます、ね、あきまへんで大阪ホテイソン、あきまへん大阪ホテイソン、あきまへん、あきまへんできてましたよ、ね、後輩のパクってニコニコすんなあかんわ。あ、そうですか。もうあかん、ちょっとお前やったらいいわ。ちょ揺らしたらダメですよ。あ、もうあんた何がい揺らすから。え、入れ替わっちゃいました今。何も入れ替わってへんから。お前なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう入れ、おい、やめろよお前。おい、入れ替わ、おい、金玉返せよお前。おい、揺らすから揺らすから。もうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、ゼロ玉なってんけお前。おい、もう玉がこんなに溜まったらたまらんですな。言うとりますけども。たまりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよこれ。です。お願いします。いやーね、うん。しかしあれやね。何じゃい。痴漢あかんね。痴漢あかん。ほんま痴漢あかんわ。痴漢あかん。うん。痴漢あかん。痴漢あかん。痴漢あかん。あかん。あかん。痴漢あかん。痴漢あかん。あかん。痴漢あかん。痴漢あかん。痴漢痴漢あかん。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 痴
あかんがややこしいから、はあ、オツと呼ぶことにしようか。ややこしいってそっちの方が。で、コウとオツが連なった時、まあ言うたらうまいこと言った時な。おいおうまいもんやから、おでんと呼ぶ。ちょっと待って、おいおいちょっとおいおつおいおいおいちょっと訳分からへんって、おいややこしなってんのお前の方が。え、なんかおでんの契約書書いてるみたいになってるわ。そう、訳分からへんわお前。あ、そうせやで、お前。いや、とにかく痴漢はあかんのよ。痴漢あかん、ほんまに痴漢あかん、ほんまに痴漢あかん、痴漢あかん、うん、あ、ちょっと待って、え、痴漢あかん、めっちゃ早ない、痴漢あかん。いや、そんな早ないけど。いっちゃ早いやろ俺。いや、俺の方が早いんちゃう。マジで、うん、言うてみて。パン、早っ、お早いなお前。ゼロいってそのガンやん。そんなあれやったらチャンってほら。いや、それはチャンって言うてる。いや、お前ガンやんけ。俺ちゃんと言うてる。何、チャン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 、ルール決めよう。言えても、おい、ルールええて。ルールを決めます。ルールええねんて。まず、ガが、ややこしいため、ややこしいアルファと呼ぶことにします。ややこしいって。が、ややこしいため、ベータと呼ぶことにします。ええって、お前。アルファとベータが連なった時のことをガンマと呼ぶ。もう訳分からへんの、ね、やめてくれ、お前。化学反応みたいなこと言ってるやん。なんやねん、お前。え、ちゃうから、もう時間もあらんねんで、これ。あ、そうなの。漫才の段取りもあるし、これ。な、言わなあかんこと3つあんのよ、あんた。あ、3つあんの。せやで、あんた。あ、そうなの。うん。まあまあ、とにかくさ、うん、痴漢はあかんのよ。痴漢はあかんな。うん、現状さ、うん、痴漢し放題みたいになってるからさ、もう警察としては、うん、もう絶対に負けられない戦いとして挑んでほしいよな。おい、うん、これはあくまで個人の感想やけど。マジシャンか、おいしさ。すごい、すげえ、最後入れてきた。入れる気全然ねえと思ってた。びっくりじゃないか。入れないんだと思った、ね、え、ではここでお悩み解決サンド。金属バットはギャグがないのが悩みということで、富澤が2人のためにネタを伝授してくれることに。カビ長いし、なんかできないかな、うん、ってね。ねえ、なんかあります？なんか作ってもらえないですか？相方坊主だから、せっかくだから、ここにこの長い髪をこう後ろから後ろをお互い向いてかけて、うん、でそれをなんかこう、あ、こうかけて、ほんでいらっしゃい。いらっしゃい。見えへんとこで爆笑が。ちょっと面白かった。あれ、もらって帰っていいですか、これ。やった。やった。全然面白かった。分かった。あざ。どうも、金属バットです。お願いします。こんにちは。いやいやいや。ね、いやー、ちょっとさ、はいはい、2060年の、うん、9月4日なんやけど、40年後、うん、はあ、空いてる？なんかあんのお前。俺もう自分の葬式予約してもうてさ。ちょ、気早いんちゃうかあんた。いや、あの早割ってのですごいお得やったよな。そんなんあんねや、うん、ごっつお得な。お得やね、あれ、ワンドリンク無料なんよ。お得なそれ。そうよ、だから開けといてほしいね、絶対来てほしいよ。なんかあんねや、うん、なんでや。俺その葬式の当日にさ、はあ、お前に相方として、はあ、頼みたいことがあんのよ。おい、うん、何でも言ってくれや。あ、いい、何でもやるよ俺全力で。いいか、うん、あの坊さんのスクーターをさ、うん、中金切られへんように見張っといてほしいよな。だるいってお前、おい、お前しかおらんねん。なんぼでもおるやろお前。頼む、マジで。だるいって。え、坊さんなんか電車で来させや。いや、坊さんはスクーターなんよ。いらんってそんなこだわり。頼むわ。汚いな。じゃあ分かった、代わりにさ、はあ、俺の戒名を決めてええよ。うわ、マジで、うん、戒名決めていいの？ええよ、ええよ。やった。俺もう葬儀屋さんと話し合って、はあ、3つ候補用意してるから、はあはあ、もう選んじゃって。あ、選んでええみたいなこと、うん、何3つ候補って。ジャングルマン X か、はあ、ミラクルボディ V か、おい、ライフガードないけど。みんなパワージュースやないけお前。え、お前なんで自分の死体にチェリオのジュースみたいな名前つけんねん。ジャングルマン X がええかな。全部一緒じゃんあれお前。味も見た目も一緒やねんから。そうか、決める意味ないやんけ。じゃあさ、うん、あの俺の死体をさ、うん、火葬場まで運んでほしいんよ。うわ、俺霊柩車乗っていいねや、ラッキー。あ、ごめんごめん、霊柩車じゃないねん。え、ほんな軽トラ？バイクなんやけど。引きずんの俺。いや、引きずら引きずら。何何？なんかな、俺死んだらさ、はあ、単車になるらしいから、え、俺を運転して行ってほしい。ちょ、何言うてんのお前、全然意味わからんわ。え、お前死んだら単車なんの？単車なんねって。どういうこと？いや、葬儀屋さんが言ってはったんよ。え、単車なんてどういうこと？お前の腹にタイヤついて俺が背中にまたがるみたいなこと？あ、ちゃ、俺の背中にタイヤついて、はあ、仰向けやねん。向かい合うの俺。
そうそうそう。で、注意してほしいんやけど、何手握ったスピード出まくんねんけど、はあ、60キロ超えたら目開くらしい。怖いってお前。俺だけ嫌やってそんなえ。そんなとこ坊さんに見られたらめっちゃ怒られんちゃうの。いや、怒らへん怒らへん。なんでやねん。なんかもうこれ仏教用語であるらしいんよ。死んだ単車の仏教用語であんの？あんねんって。なんて言うの？自動二輪で転生って言う。ないってそんな。言うてはったダジャレやないか、そんなもん。葬儀屋さんが言うてはったの。怪しいな、自動二輪で転生っすよ。それ間違いないっすよ。おい、ちょ、キャンセルせえ、これ。いや、キャンセル料が高いんよ。おいくら万円？現代で言う、諭吉10枚分。10万もすんの？そうやね、あれ。現代で言うってどういうこと？未来で言う、鈴木福君5枚分。福君紙幣なの？なんでって。2万円札？そうそう。変なお札。葬儀屋さん言うてはったから。ほんまに？福君紙幣に押し上げますよ。押し上げるとか言ってるやん。え？ちょっと、いや、気味悪いな。ここもキャンセルせよ。俺キャンセル料払ったるから。いや、払ってくれんの？払ったるよ。マジで。いや、でもワンドリンク無料か。おごったるから、チェリオも。足が払う境に。キャンセルしなはれ、お前。キャンセルか。あ、でまだまだ生きなあかんねんから、お前。まあ、そうやな。あんな縁起悪い話しなはんな、お前。まあ、それもそうやな。せやで、お前。じゃあ、わかった。今後、じゃあ、もし俺が死んで、名前がジャングルマン X になるまでは、ミラクルボディ保って、ライフガードしていくわ。バッチリよ。どうもです。バットです。お願いします。お願いします。ね。さ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え？等身大のやつ。え？で、それを、ラジコンにして、走らして遊んでたんよ。え？ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、え？走ってどっか行ってもうたんよ。は？最近街で俺見てない？ちょっと待って、ちょっと待って、何言ってんのお前。自分の等身大のラジコン作ったん？うん。何それ、なんでそんなの作ったん？俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうな。うん。でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやった。絶対ちゃうでお前。ほんまに。どうやないかお前みたいな、もう。見てない、街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た？うん。なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁？うん。それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんの、パン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったのに貴重いなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り。真っ黒のやつ。やった、見たわ。見た見た、漆塗りのお前やった、見たわ。見た。うん。どこで？ネットオークション出たわ。売られてんの。え？仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの？仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。そんなんええわお前。おい、振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ。うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけにほっとけ言うて。うえ。ホットケーキ。うらっしゃ。どうも金属ね、どうも。Rip it.Wake up, let's get it. No time like the present. Hold on while we heading. Into the future. Wake up, let's get it. No time.Present. Hold on while we heading. Into the future. Let's flow. Let's go. Into the future.Let's get it. No time like the present. Hold on while we heading. Into the future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 .